じゃあ皆さん、本日は研究会のサロンにお越しいただきありがとうございます。皆さん、私のことは多分知ってると思いますけど、一応研究会役員の松原です。今日はMC を和田さんがやってくれないっていうんで、そういう言い方をするな、そういう言い方。よろしくお願いします。ちょっと初めてなんで、慣れないんで、いろいろあるかと思いますけど、よろしくお願いします。で、今日は、ありがとうございます。今日は案内にあるように発表者4人から、失敗談を話してもらうということなんですけど、失敗談なのか苦労した話とか、その辺のちょっと広がりは発表者に任せますんで、発表者さんからいろんな話を聞けるのを、皆さんで楽しみに。まずはこの後、青山会長にちょっと簡単に挨拶していただいて、でその後すぐに、発表者の紹介をして、自己紹介をしてもらって、で、あいうえお順の石川さんから順番に、10分程度、失敗談等を話していただいて、でその後、ちょっと時間を取りますんで、簡単にその発表者の石川さんの部分が終わったら、石川さんのところに関する質問がちょっとあれば、そこでちょっとだけ受け付けますんで、ただあまりそこで止まらずに、次の方、木本さんに移動していただいて、で清水さんに回って、で最後山田さんが終わった時点で、また皆さんでいろいろと話し合う場を今45分ぐらい予定では設けてますんで、その時にいろいろざっくばらんに話をできればと思いますんで、よろしくお願いします。で最後にまた青山会長に一応締めてもらって終わりと。で9時30分を終了目処として頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあもう早速やりたいと思いますんで、まずは青山会長、一言お願いします。2分以内で。はい、皆さんこんばんは。会長をさせていただいてます、青山です。今日は失敗談ということで、私も仕事、自分の、生活も失敗ばかりでいろいろありますが、失敗して、それを、次の失敗に続けないっていうようなことで、毎回反省をするんですが、また失敗をするっていうことがよく続いてます。その辺はどうも私の癖みたいですけども、今日皆さんのお話を伺って、それを改善できる何か一つの手段、手立てが見つかればなと思って楽しみにしております。ぜひよろしくお願いします。それでは、発表していただきたいと思います。よろしくお願いいたしまはい、す。ありがとうございます。それでは、まずは、紹介をちょっと簡単にしたいので、石川さん、木本さん、清水さん、山川さんの順番で、もう各自ちょっと自己紹介を簡単にお願いします。じゃあ石川さんからまずちょっと自己紹介をお願いします。はい、石川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。研究会には、今年日本から1月に来て、再参加させていただいたんですけど、実は2016年に、商社の駐在員として、バンクーバーに来まして、でその時にネットワークを広げたいと思いまして、研究会に入らせていただきました、会社として。でその時に今ここにいる木本さんも一緒に入って、研究会の活動に参加させていただいたんですけど、で2020年、去年の1月に日本に帰りまして、で東京の本社で勤めてたんですが、いろいろありまして、8月に双日っていう会社を辞めて、今いる日新っていう会社に転職して、で1月にその日新のバンクーバー駐在員として戻ってきたという経緯です。よろしくお願いします。よろはい、しよろしくおくお願い願しいます。ししまます。バンクーバーに縁があるってことですよね、これはどう見ても。そうですね。後で失敗談の中に話が出ますけど、それよりもっと前から縁があるということで、そうですね。はい、話をさせていただきわかりたいまと思しいまた。す。後藤さん、何でもいいけど、思いっきり食べ過ぎじゃない、そこで一人。思いっきり食べてるじゃん、それ。それは いいけど、はい。で次、岸本さん、どうぞ、よろしくお願いします、自己紹介。石川支店長の元部下の木本です。双日カナダで林産資源に
勤めて今7年8年目になりました。今日はですね、失敗談ということで、失敗なんて何もないですって松原さんに言ったら、いや何でもいいからやってっていうので、ちょっと無理くり話を持ってきました。よろしくお願いします。そういったあの例 の, あの私失敗しない人っていうやつですか失敗しないですからってやつ、それで失敗じゃないけど今日は無理くり話すってことね、すいません。じゃあ次、清水さん自己紹介お願いします。はい、はい、聞こえますか。聞こえますよ、はい、大丈夫です、はい。私はカナダ今2005年からなんですが、私も実はカナダに最初に来たのが25年以上前で、行ったり来たりという形で輸入住宅のビルダーで働いていました。で、カナダがすごくバブルで成長中だということで、こっちに来ないかということで誘われてきたのが16年前です。で、今は、輸入住宅で時々はこっちから全ての建材を送って、キッチンなども送って日本で住宅を建てるということもしたことあるんですが、今はもう基本的にはリノベーションを中心に住宅とレストランですねやっています。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そしたら最後、役員でもある山形さん、自己紹介お願いします。はい、こんばんは、山形です。建築っていうか、まあ、コンストラクションをやってまして、まあ、コマーシャルもレジデンシャルも両方、やってます。まあ、それで、なんだろう、まあ、僕もゴミについてちょっと今日は話させてもらいます。はい、以上です。はい、 OK です。相変わらず山田さん口が少ないですよね。もうちょっと話してもらってもいいと思うんだけどいや、そうか、さっきもちょっと雑談の中で話したんですけど、もう結構いろんなダウンタウンのいや、あれはまだ三河さんのところにいた時だと思うんですけど、陣屋を作ってくれましたし、さっき言ったグリーン、ナナズグリーンティーもそうですし、もう1個ぐらい店舗ありましたよね、あそこの、三等館もそうだったっけ、あれ どっか何かありませんでしたっけ、ラーメン屋、ダウンタウンじゃなくてブロードウェイの、ズブじゃなくて、あ、ズブでしたっけ、はい、ですよね、そんなのもやってますし、結構頑張ってやってられてる方なんで、ちょっと付け足しておきます。意外とすごい人です。じゃあ、まあそんなこと言ってもあれなので、ただ今ちょっと実際にここに何人いるのかな、14人いるんですかね、花木さん14人、はい、14人です。ですよね、14人ですよね、14人。まあ今日はありがとうございます。ただやっぱりどうしてもやですね、役員の方が目立って、後藤さんと高江さんが役員じゃないっていう感じなんで、まあ、またもう少し他の人も参加できるように頑張って今後は。はい、じゃあ時間も限られてるので、まずはじゃあ石川さんの方から順繰りにちょっと失敗談というかお話をいただきたいと思いますので、まずはじゃあ石川さんの話を皆さんで聞きたいと思います。よろしくお願いします。石川さん、写真に日付がついてると思うんですけど、92年ですから今から29年前、ですね。で、私はもともと日面という会社に88年に入社しまして、で、入社4年目でシアトルに駐在に出たんですね。で、その頃の写真です。まあ、商社の駐在なんですが、まあ、木材部隊で、まあ、こんな感じで山に木を見に行ったり、あと別の写真がありますけど、海にイカダを見に行ったりね、お客さんを案内して、検品をするっていうのが、まあ、こちらの業務でした。で、その時の、まあ、失敗談を今からお話しします。まあ、今も目が悪くて今コンタクトしてるんですけど、今ここに出てた写真のように当時メガネしてたんですよ。で、まあ、シアトルにはいたんですが、あ、これはイカダに乗ってる写真ですね。で、まあ、
この時は多分コンタクトだと思うんですけど、まあ、さっきの写真のように眼鏡をしている時が多くて、で、検品の範囲はアラスカから、まあ、北のカリフォルニア北ですあたりまで、BC 州それからワシントンオレゴン州を、まあ、検品すると。でバンクーバーにもよく来てたんですね当時から。で、あの日本から来たお客さんを、まあ、シアトルでピックアップして、で車で3時間ぐらいかけてバンクーバーに来て、で、まあ、ハーバーエアの、リッチモンドサウスターミナルで、ビーバーをチャーターしましてですね、でバンクーバー島に飛んだり、まあ、フレーザーリバーの上流に行ったりして検品してました。で、ある日っていうか、まあ、あのルーティンの中で、まあ、北海道のお客さんを車で案内して、でいつものようにあのハーバーエアでビーバーをチャーターして、まあ、1日、まあ、当時はビル行かながいっぱいあったんで1日がかりで検品をして、で、お昼過ぎぐらいだったと思うんですけど、あの今 BC UBC の、 あのところにも茶木工場があって、そこ CME っていう茶木工場なんですけど、でそこであの丸太を見てる時に、まあ、失敗しまして、あの水面に落ちちゃったんですね。検品してる間に、あの、まあ、ブームスティックっていうのがあって、あのイカダを囲ってるあの丸太があるんですけど、これが結構滑りやすくてですね、ずるっと滑って頭から落ちて、あのもうずぶ濡れの状態で、まあ怪我はなかったんですが、あの当時メガネをしてて、でメガネがあの海に落ちちゃったんですね。で、まあ、検品はそのままあのしてたんですけど、当然あのメガネがないんで、帰り車でシアトルから来てますから、車の運転どうしようかなと、でお客さんも連れてるんで、困ったなという状態の時に、まあ、本当に幸いなことにそのお客さん結構にこちらにあの、まあ、クォーターに1回ぐらい来てるお客さんで、こちらの免許も持っていて、そのお客さんに車で運転してシアトルに戻ったという、まあ、失敗談があります。でその失敗から得た教訓は、まあ、メガネはあの、まあ、常にあのサブのものを持って出張に行く必要があるなということで、その以降ですね、あの予備のメガネを持って行くようにしています。でその後も3回ぐらい実は水面に落ちてるんですけど、じゃあ、まあ、メガネ持っててよかったですね。あの幸いメガネをなくしたの最初の1回なんですが、あの結構水面から水面っていうかイカダから落ちてあの濡れた経験があって、まあこれ結構青山さんも経験されてると思うんですけど、あの結構危ないんですよねイカダの検品って。であのさっき一番最初2番目の写真で大きな丸太の上に乗っかってますけど、あの結束してない丸太の場合は、うん、海に落ちちゃったら丸太が閉まっちゃうんですよ。だから上に上がってこれなくなっちゃうケースがあるんですよね。危ない、だから本当に、まあ、命がけ、の、うん、ケースもありますんで、まあ、そういうことを、まあ、若いあの僕の後任っていうか後輩たちにいかだに乗るときには本当に注意してねっていうことは結構、まあ、自分の経験談で語っていました。なるほど。はい。ちなみにああいう靴とかっていうのは普通の靴でいいんですか？なんかそういう特別な靴は履かない？先っぽがとんがったあのスパイクシューズみたいな、あの靴もあるんですけど、わらじっていうかこう靴に普通の靴に、つけるやつもあって、であの当時あの私30年前はあのゴルフシューズのスパイクを変えてですね、当時はピンだったんで、うん、ゴルフシューズも、はいはい、あのそれをあの先のとがった丸太に乗れるようなあのそういう、部品というか部材が売ってたんで、それを取り替えてゴルフシューズ使ってやってましたね。それを履いてても滑っちゃうってことですか？あの皮ごといっちゃうケースが多いんですよ。その木の皮ごと、木の皮があの一緒に取れてずるっといくケースが結構あったり。なるほど。ちなみに和田さんとか青山さんは落ちたことあるんですか？あ、落ちた。あ、青山さんどうぞ先。
私は幸か不幸か一回も、ないんですよね。まあ、バランスがいいのかどうかわかんないですけど、だから、まあ、落ちた後輩、落ちた先輩はしょっちゅういまして、ズボ濡れで、一回一緒に2人で後輩と見に行ったんですけど、ボートから私が先に降りて、で、後輩が最初の、一番最初の検品だったんですけど、よいしょって声がしたんですよね。で、もう一人サプライズと2人で先に降りて、で、後ろ振り向いたらいないんですよね。よいしょって言っていなくなったんで、あれあれあれと思ったらもう落ちてたんですよね。最初の一歩目が落ちちゃったんで。なるほど。ちょっとそれはびっくりしました。和田さん、でも命に別状はないっていうことではあったわけですか。ズボ濡れだけだってことで。もう冬とかだったら怖いですよね。だよね。でもね、うん、石川さんの場合もそれは眼鏡だけ落ちたけど、自分自体はあんまり落ちなかったってことですか。いや、頭から行きました、その時は。じゃあ、びしょ濡れってことですか。CME の、そこにまだ私の眼鏡が、はい、どこかにある。どっかにあると思う。CME って、UBC のね、はい、ネイキッドビーチってあるじゃないですか。はいはい、UBC の下に、はいはい。あそこにイカダがいっぱい、係留されてるんですけど。ヌーディストビーチの。そうそうそう、ヌーディストビーチのところに、イカダがいっぱい係留されてると思うんですけど、そこで落ちたんですね。その場合はヌーディストビーチを通っていくんですか。はい、頭から行きました。ヌーディストビーチを通って、お客さんヌーディストビーチを通りながら連れていくんですか。それとも海から、川の方から来るんですか、船で。ボートで行く場合は川から来るんですけど、ビーバー、要するに水上飛行機で行く場合は海の方から。あ、そうか、そこにボーンと乗っ、もう到着する。そのままイカダに横付けして、なるほど、イカダに乗って、でまた別のイカダにロケーションに。だんだん司会者のなんかモテ勢がヌーディストビーチの方に。いやそのでも水上飛行機でビャーンとこう降りてくるのはかっこいいですよね。なんかそれってカナダぐらいしかあんまりないような気がするけど、そういう検品の時はそういう風にするんだろうけど、それってなかなか日本では聞かないんですよね。そうですね、まあ今はそんなに見るイカダも少ないんで、あんまり水上飛行機を使ってないですけど、当時は本当にもう見るイカダがいっぱいあったんで、もう半日ぐらいチャーターして、なるほど、バンクーバーとそれからスコーミッシュとか、なるほど、なるほど、サンドとか、もう飛び回ってました、はい、すいません。じゃあまずはちょっととりあえずこの後の人の話をずっと聞いた後にまた戻りたいと思います。和田さんが落ちた話まだ聞いてないよ。誰あ、和田さんちょっと後にして、ちょっと和田さんの話長そうだよ。スルーしてください、うん、写真の中でちょっと気になったのは、石川さんの髪型は変わってないなと思って、20何年前から。それだけちょっと私はふっと思いました。まあ当時から結構老けてたんで、いやいや、あんまり変わってないと思うんですけど、髪型変わってないよね。若々しいっていうか、そのままふさふさで、あんまり変わってないと思うんですけどですね、はい、当時から老けてたんで。いやいや、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと一旦ここでまずは発表を終わらせていただいて、次の木本さんにまずはバトンタッチで。木本さん、じゃあよろしくお願いします。はい、私は枚数も頻度も少ないんですけど、まだ8年目落ちたことないです。なのでその失敗でなく、今日はですね、私今タウンハウスに住んでるんですけれど、築ちょうど20年になりまして、ストラタの皆さんでもうそろそろ屋根の葺き替えをする時期だろうということで、結構揉めに揉めまして、で去年の春先から工事を着工したんですね。で、まあ、その経緯を皆さんとちょっと質問形式やクイズも交え、ご紹介したいと思います。この中で、ストラータに住んでらっしゃる、コンドミニアムとかタウンハウスに住んでらっしゃる方ってどれくらい、はい、結構多いですね。あ、じゃあ皆さん共感いただけるのではないかと思うんですけれど、ですね、スクリーンをシェアいたします。シェア、ここ見えてますかね。はい、大丈夫ですよ。見えてますかね。
築20年なので、もうそろそろ吹き替えの時期だということで、うん、話が上がりまして、60軒のタウンハウスに住んでるんですけれど、こんなところです。おで、まさに今これ工事中なんですよ。こんな感じで。ああ、なるほど。やけをやりたいということでね。はい、はい、吹き替えをしています。でですね、まあいろいろ揉めに揉めたのは予算も含め、何をどんなことをやるかという計画のところからですね、まあ幸いにストラットカウンセルの方たちはすごく良識のあって、皆さん情報共有だったりとか相談、みんなに共有して、相談するっていう仕組みができていたので、住民の間で揉めることはなかったんですけれど、コントラクターと、あとストラータの、エンジニアリングの会社、あとは、ストラータ自体の、管理してる会社ですよね、との間で、こんなんじゃないじゃないかっていうところがいろいろ起こりました。まずこれ2020年の1月に、予算が定まり、会社から の工事を受注する会社からのファイナルのプロジェクトの、資料が出てきました。まあ、いろいろ詳細あるんですけど、まあ、基本の作りはこんな風になっていますという説明だったりとか、まあ、これ現状の写真、現状その当時の写真なんですけど、まあ、20年経って屋根の素材が劣化してきてますよとか、日焼けによって変色がありますよ、まあ、そろそろ替え時ですよっていうことだったりとか、実際のこの築20年のタウンハウスの屋根の構造がこういうふうになってますよっていう説明だったりとか、あとベンティレーションだったり、まあ、煙突ですねの作りがこうなっていて、今の新しいモデルにこうしたら、いいですよって、まあ提案があったのが、違う形のこの取り付けるベンチレーションじゃなくて、屋根自体に、すみません、皆さんプロの方たちなので、ああこんなもんかと思って聞いてってくださったらいいんですけど、で、まあ、こうするにはじゃあ予算はいくらくらいかかるのかとかっていう話し合いが、まあ、数ヶ月にわたって行われました。でちょうどパンデミックが始まった頃なので、60件全員でズームミーティングとか、あとエンジニアリング会社の人たちも交えてミーティングとか、あとは施工会社さんの、プレゼンだったりとかっていうのもみんなでやりました。まあ全然強制参加ではないので、全員が毎回参加してるってわけじゃないんですけれど、もちろん費用のかかることなので、我々も参加をして説明を聞いたりをしていました。で、まあ、屋根の取り替えだけではなくて、この辺のフェイシアだったりとか、トリムが劣化してきてるので変えましょう、うん、で変えた後はペイントを新しく塗り直しますよっていうところで、かかりました。ここで問題です。費用は1件あたりいくらだったでしょうか。どうですか皆さん、もう答え言いたい人がいたらどうぞ。はい、私はもうすごいびっくりしたんですよ、ってそんなにかかんの、はい、誰かいませんか。美川さんどのぐらいだと思いますか。あ、ミュートになってる。美川さんプロだから当てちゃうでしょ。当ててください。63件です。美川さんちょっと今あれかな。いや、山形さん、せっかく山形さん、山形さんどう、どのぐらいだと思います。うん、1人1軒あたりそんな屋根の面積ないと思うんですが、タウンハウスでもまあトリムとかも変えてやったら、1軒あたり2万ドル。うん、OK。まあ、ちょっと待って、ね、ちょっと待って。ピンポンです。はい、当たっちゃった。当たっちゃったもん。当たっちゃったでしょ。さすが。そうですから、すいません。さすが。もうなんか8000ドルとか、まあ言っても1万ドルくらいだろうとか思ってたら、1軒あたり
たりに万ドルって言われてしまって、まあでもこの状態でパンデミック始まって、仕事を減ってとかっていう人も払えなかったらどうするのとかっていう、あの話し合いとかにまで発展したりはしたんですけど、まあ今買えなくてもじゃあ1年2年待って買えたところでダメージが大きくなってさらに費用がかかるだけだからっていう、うん、あの説得のもと全員が、アグリーをしてですね2万ドル各自払いました、うん、なのでそれはあれ、うん、あのストラーテでリザーブとかはないわけ、コンテンデンシーファンドとしてあの積み立てはいくらかあったんですけど、うん、1件あたり6000ドルの積み立て金カバーして残りの1万4000ドルは、うん、各自即金で払えという、はい、結構な結構だねそれはなるな、はい、それあの出来事でそれってでもちなみにあのあれ、はい、私よく分かんないんだけど、ガバメントのファンドとかあのガバメントから何かないんですか、あの補助みたいなこういうことに関しては、はい、多分屋根の素材を、うん、あのいわゆるサステナブルなマテリアルを使うとか、うん、今で言うとあのソーラーパネルをつけるとか、うん、そういうあの企画をすれば多少何か何らかの補助は出たかと思うんですけど、もう一般的なただの屋根の張り替えなので、うん、補助っていう話は出てはこなかったですね、うん、はい、なるほど、そういうところです。で2番目です。で今の、話し合いがされて、工事がゴーってなったのがちょうど去年の今頃4月の頭だったんですけれど、実際に工事着工になったのは6月だったんですね、うん、で、その当初の見込みは6月スタートで63件分3ヶ月、まあ、9月の学校がスタートするくらいまでには終わるだろうっていうあの説明だったんですよ、うん、がしかしいつまでかかったでしょうかっていうのが、いつまでかかったでしょうか、はい、OK、じゃあこれはさっき一人でもくもくでご飯食べて後藤さんどうよ、まだ終わってない、まだ食べてないの、まだ終わってないの、すごいね、じゃあね、ご飯じゃなくてあ、まだ終わってない、まだ終わってないっていうのは答えどうですか、はいです、当たり当たり、みんなすごいね、やっぱりカナダに長いとその辺かなり理解度高いね、うん、もうでも私はそんなにカナダには長くないので3ヶ月と言われたら3ヶ月で終わるだろうと思っていたが、うん、しかし、うん、3ヶ月目にあの一応インスペクターを入れたんですけど、まだ4分の1も終わってなかった状態で、うん、で、はい、木本さんの家は終わったので、私の家は第1期だったんですね、4つに分けたやつのファーストクォーターだったんですよ、うん、で3ヶ月目にまだ終わってなくて、仕事を分散してできることを先にやるとかっていうスケジュールをリングを変えていたので、まあ、結局終わったのがつい先、2ヶ月くらい前なんですけど、うんでもそのデクというものがまたさらに屋根は自分では見えないので何とも言えないんですけど、あのフェイシアペイントするって言ってペイントされてないよとか、 あと、はい、取り替えたものがなんかあのほなんか長らく放置されていたので泥だらけだったりとか、うん、っていうあの出来栄えになっちゃっています。はい、これはでもあれだね、あの多分美川さんとか山川さんとかが詳しいかと思うんだけど、3ヶ月でやれるって言ってたのが3ヶ月じゃなくてまだ終わってないとかって言ってることは、これはどういうふうに考えて3ヶ月にしようとしたのかがまず見えないよね。だってやってる施工範囲分かってるわけだからね、そのマシンとか人とかいろんな、まあよっぽど天気がずっと悪かったとかっていう話だったら別だけど、そうじゃなければそうですね、最初の言い訳は天気だったんですよ。6月に始めて、うん、それ去年の6月あたりかなり雨が多かったんですね、うん、でなかなか進まない、でそれが言い訳でまあ仕方ないねって、でその次はあのパンデミックでレイバーが集まらない、うんうん、で、はい、その次は、予想以上にトラブルが多かったっていうふうに後からいろんなあのエクスキューズが出てきてですね、なかなか
ていう、まあ、それにフラストレートしてる方たちもいましたが、あと最初終わった時には全員にエバリエーションと評価をするんですけど、我々のうちはもう一応終わったのでそれを提出したんですけど、まあ、それで、ペイント抜けたる部分はまあ再度業者を呼んで直しますよとか、はい、いろいろまだ続いてます。ちなみにコントラクターの名前は分かるんですか？コントラクターさんですか、うん、マクベスっていう屋根の専門業者さんですね。そこがペイント業者さんを発注したりとか、うんうんうん、あと、まあ、こういうクレーンとかはレンタルなんですけれど、それぞれ の仕事を分散させてサブコントラクターがいるっていう形ですね。はい、最後にもう一個問題です。はい、何か見たことある、思い出す人いますか？クイズはこの土地が何だったかっていう話です。ペクトン、この土地が何だったか、はい、ペクトン、そうです、おそうです。え、何、和田さん何、いや、美香さんが初め言ったんだけど、あのほら、うん、あのぶ豚飼っててさ、そこでなんか、うん、何人か死んじ殺しちゃったやつだよ。あ、ピクトンか、これ。はい、なんですけど、この農場、ピクトンハーブです。はい、いまだに埋まってたってこと？世の章。はい、はい、もう6代目。隣がカーナスティーゴルフコースでしょ？そうだ、そうだ。はい、そうです、隣が。そうですね。はい、そうです、はい。あの皆さんの失敗でなかったので、なんか私本当に失敗なのでいいんですかと思いながら。あ、それがいいんです、それがいいんです、それがいいです。はい、出てきてるんですか。あ、で、実はこの物件、あの伊藤先生と一緒にさせていただいた物件です。お、で、これともう一つ、伊藤さんが間違えたらどうですか。違います、伊藤先生はもう何の間違いもなくありがとう、あの一緒にお仕事させていただいてすごくありがたかったです。ただ私はやっぱりインテリアしか見てなかったんだなという、あの、はい、中からしか物事を見てなかったというところ。もう一枚の吉武さん、フロアプラン、はい、私たちあのこういうキッチンとかバスルームをリノベーションでデザインを頼まれた時に、まずスタートはインテリアデザイナーは内寸を測りますよね。でこういう形で内側をこう測って材料を決めて、で伊藤先生の方に平面図のちょっとやめて、そちらあっちで、ちょっとすいません、ちょっといて、ごめんなさい、申し訳ない。大丈夫ですよ。内側の寸法をこう見て、このバスタブのこの丸が書いてある隣が、ベッドルームになっていまして、小さなこの下に下側になる部分です。で今度ドア開けて ある部屋がマスターベッドルームなんですが、ここもタウンハウスで、私は今回初めて自分が気づいたんですが、私お仕事をもらった時に外からの景色っていう、外からの建物というものはあんまり気にしてなかったんだなという失敗なんですが、ここのバスタブをジェットタブにしたいということでお客様から依頼があって、ジェットタブにするにはこのタブの私すいません、吉武さんが持ってるからそのタブのトイレ側の壁のエプロンになっているところを、トイレ側のそこを普通常はアクセスパネル中にジェットを入れるそのマシンを入れて、将来的に万が一メンテナンスが必要な時に取り外せるようによくタイルが張ってある。次の写真をちょっと見せてあげたらいいと思うよ。そっちの方が分かりやすいかもしれない。次のページ。はい、ここでも大丈夫です。ありがとうございます。でも、はい、ありがとうございます。ちょうどアクセスパネルって縦に書いてあると思うんですが、それを注文したんですね。で、工事は12月から始まったので、急いで注文して、まあ、12月の頭には来て、そうすると、まず一つ目の失敗は、メーカーの方が、送ってきたメーカーがそのアクセスパネルをつけてなくて、納品してしまったんです。
で、あまりにもそのアクセスパネルがついていない綺麗な状態が綺麗だったので、お客様はそのままでいいよって言われたんですね。で、私も単純にそんなに綺麗なアクセスパネルが取れない状態で来てしまった商品を今からクリスマス前に返品するということと、もうプラマも来ている、電気屋も来ている、どうしようってなった時に、その時に隣の部屋がベッドルームがあるから、そこに穴を開けて反対側にアクセスパネルをつければ、うん、そっからできるんじゃないかっていうふうにバスタブが届いた時には思ってしまったんです、うん、で、だいたい商品を返品して戻ってくるまでにまた 1,2 週間かかる、それまでまたプラマを待たせるっていろんなことを考えると、その案で壁の向こう側をカットしてもらえるのはその丸い部分ですよね。丸い部分の隣に部屋があるとみんな思っていて、もう一個吉田さん前の図面に戻したら、はい、そうなんです、ありがとうございます、状況がわかるよ、はい、次の図面に戻っていただくと、ここでしょ、うん、そこなんです。それでもちろん返品せずにそこから穴を開けようということになったら、そこは外壁に面している部分で、外部だよね、外部だったんです、うん、でそこからはアクセスパネルを取ることはできないの、それは2階だからということもあるし、外壁に穴を開けることもできないし、登ってアクセスパネルなんてつけることも絶対できないので、でこうみんなこう悩んでどうしようということになって、そのやっぱりもともとメーカーが送ってきたアクセスパネルに、この工事はアナザーさんがしてくださったので、いろいろ皆さんアイデアを出してくださって、アクセスパネルを切ろうか、でそのドアをじゃあどうする、切ってそのもう一回タイルを貼るなんてことはできないして、こう悩んでもうその時期がクリスマスの本当に前の週だったんですね。で、お客様がもともとその綺麗な状態でいいと思っていらっしゃったので、私もつい、そうですよね、これ綺麗だから、メーカーの間違っていてもこれでいいんですよねっていうふうになってしまったということがまず一番の大きな失敗で、やっぱりそれでもちゃんと外壁のこと、隣にパネルがつけられるかどうかっていうのをすぐ確認をできなかったことと、で結局悩んでこういうもういろんな方法を Google で探したんですが、やっぱりどこかにアクセスパネルをこの丸い部分に作らなくては絶対にやっぱりインスペクションがチェックもちろんパスできないので、それでここは工場の方はミッションなので、どうしてもクリスマス前に戻してほしいので返品していいですかっていうことを聞いたら、今すぐ戻して明日中の朝に戻してくれたらクリスマスまでに間に合うって言われたんですね。前にみんなが休む前に、それまでにちょっとインストールしたいということもあったので、それでありがたいことに達也さんが次の日の9時半にミッションまで持ってってくださったんです。で先ほどの木本さんじゃありませんが、もう急いで行ってもらって、もうこ届けたのにはかかわらず、クリスマス前にはもちろんできず、お正月前にもできず、結局は長いバケーションを達也さんに、アナザーさんにクリスマスを取ってもらうような形になったんですね。で、今回私の一番の失敗としては、やっぱり隣の部屋に部屋があるっていうことで、隣の部屋は工事はしなかったので、ここの部屋の寸法も測らず、ただ図面を上から見て、やっぱりここのやっぱ機械がどこに必要とするアクセスパネルがあるっていうのをこういろんな人を巻き込んでちゃんと相談してできなかったということの失敗と、もう一つはメーカーが間違えたことに対してすぐ対処ができていなかったっていうこと、私のこれ本当に失敗というか、ケアレスミスなんですが、こういうこともあるということをご紹介したかったんです。アクシデントではなくて、もうちょっと下がったスクロールダウンしたら、写真が一緒についてたんじゃない？3枚目。そうです、そうですね、写真入れたような気がしました。3枚目、これだよね。でも最終的にはこのアクセスパネルがちゃんともう一度このカットをして、ちゃんとタイルをきれいに貼って、
できたので、ものすごくお客様も皆さんもハッピーでいてくださったので、結局まあ 1,2 週間遅れるって、まあ、今回2週間ぐらい遅れましたけれども、クリスマスを乗り越えたので、でもやっぱり何かやっぱりおかしいなと思ったところは、たとえ 2,3 日時間がかかったとしても、必ず元に戻ってちゃんとやらないとちゃんとした結果が出ないんだなということを学びました、年末に。これちなみに、これ今のこのバスタブはもうちゃんとしたものに戻ってきたものがついたってことですよね。はい、このタイルは戻ってます。ただこれまだ途中経過の写真が一番ちょうど見やすかったので、まだこれ窓のところも仕上げができてないんですが、ここの窓のところには、あの松葉さんの知り合いの梶原くんの雪見障子がついてます今は。これってちなみに、このでも今ごめんなさい、ちょっと戻って吉崎さん、これってジェットのそのモーターとかがこのこっちの今矢印がある側に今はあるんですか、はい、それか元々来たやつは、はい、新しくちゃんとアクセスパネルから行けるようにしました。それは前のやつはそのこの左側の写真みたいにアクセスパネルがもう全くないようなやつだったってことですか。そう、この上に置いてる写真ありますよね、この L 型みたいな、この今のバスタブの写真ありますね。それそれ、ね、はいはい、この状態で来たので、ジェットバスをつける場合は必ずここのパネルを取ってもらわなくてはいけないんですが、このパネルが取らずに来てしまったんです。ほう、ジェットバスなのにこれがついたまま来ちゃったってこと、初めから。そうなんです。でそれはちょっと普通はありえないですよね、うん、でももうそれで考えたね、エプロンがだからついちゃってきてったってことでしょ。だからそうなんです。でもちろん値段も貼った値段でもお支払いしてるし、ジェットバスが入るということでもちろんその取り外しができる仕様じゃないと、普通メーカー側シッピングも検品もね、するときに検査すると思うんですが、来ずに来てしまったので、お客様ってやっぱり出来上がったその白い真っ白の部分を見ると、こんなに綺麗ならタイル貼らなくていいわという感じになってしまったんですよね、最初は。なるほどね。だからこれでもう、まあ要は反対側に壁があって、そこからアクセスできればそれはそれでうまく逃げれたかもしれないんだけど、壁もない、それ外壁だったからっていう、そういうことですね。そうです、そうです、そういうことです。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、これはもうちょっと多分皆さんから質問があると思うんで、はい、もう一個の話も、もう一個の方は、まあ、本当にすごくいろんなお客様がいらっしゃいますけれども、私はだいたい女性の方をタイルのショールームにお連れして、タイル1枚ではなくてショールームに何枚か飾ってある綺麗な写真を、写真というか実際のタイルをお見せして、貼るとこういう風になりますよということをご紹介して、一応サンプルを持ってご自宅に行くんですね。ちょっとそれなんですが、ご主人の場合はこのお客様がショールームで選んだスタイル のサンプルだけを見て、あ、いいねっていうことで最後の、まあ、ゴーサインが出てタイルを貼りますよね。で、その後ご主人からも問題の問題があるということで返事が来て、まあ、一応奥様の方にはタイルというのはイタリアンタイルを選ばれた場合は特にこういう何個か下にしている模様が、石の模様があるものは必ず色の違いとか模様が均一で確立したものが来ないですよということはお話はしてあるんですね、うんうんうん、で実際ショールームにあるものと同じものは手に入ってくるかどうかは分かりませんということをお話はしているんですが、でもエンスイートのバスルームがあまりにも大きくて全部をタイルにしてしまって、壁を全部にタイルにした時にご主人から日本ではこんなタイルを見たことがないと、日本のタイルはみんな同じ模様で同じ模様がくっついているものだと思っているから、こういう微妙にデザインが違うというのを受け入れられないというクレームというかご意見をいただいたんです、うんうん、で、あ、やっぱりそれが
奥様の方としてはすごく素敵だわ、こういうこう自然な感じがという、うん、あのコメントで、そこがまあイタリアンあのタイルの良さではあるんですが、うん、やっぱりそれを見慣れてられないご主人にとってはタイルというのは全く同じであるべきだろうという、もうその意見にこう固執されてしまって、まあ、結局のところはあのイタリアのファクトリーの方までマネージャーがあのちゃんと説明文を書いてくださって、イタリアタイルを作る際はあえて均一に確率的にものを作らないようにしている。でただまあ同じあの色のロットの中においては同じ色味を使うけれども、次のロットに行った時には微妙に変わるので、もちろんその、 あのロットは変えない。ただ今回私が使ったタイルというのは同じ大ロットの中の同じものなので、あの必ず同じようになっているし、ショールームともものすごく近いし、実際出来上がったものもとても綺麗なので、ということで、まあ、会社の方がプロジェクトを見に来てくださって、それで自然に岩を来たようにあのなるのが僕たち の、まあ、あの強みであるので、これは自然だよっていうことを、まあ、何人も その会社の人が来てくださって説明されたことで、まあ、納得はしてくださったんですが、でもあのやはりその中国のタイルっていうものを買う際にはある程度ほとんど同じようなデザインが出てくる場合もあるので、そこは私もそのクライアントからはやっぱりご主人にも奥様にもそこ使われる両方 の、 あの方にとってあのなんていうんですか、その日本人にはちょっとなかなかない色であるとか、このパターンであるとかあのっていうものをちゃんとご説明して、ショールームでちゃんと見ていただいてからでないと、やっぱりあの今はもうすごく喜んでくださってますけど、最初の印象はちょっとびっくりしたとおっしゃったので、これをちょっと失敗談として皆さんとシェアしたいなと思いました。なるほど。これあれ、ご主人も奥様も日本人の方ですか？そうなんです、ご主人も日本人の方なんです。じゃあ奥さんと旦那さんでちょっと感覚が違ってるっていうところだが、はい、そうですね、あったってことですね。こんなあの、まあ、絶対ではないですけれども、 やはり私はあの日本人あのカナダ人の ご夫婦、日本人の奥様カナダ人のご主人というパターンも結構多いんですが、うん、いつもすごく思うのは男性の色の感覚っていうものがすごく女性とは全然違うんだなということと、うん、男性はやはりそのいつもきちっと並べられているものっていうものにすごく美を感じるんだなっていうのは、それはここのタイルに限らず四角で鋭利であるもの、うん、でも日本人の、ま、日本人に限らず女性にとってはやっぱり丸いもの、柔らかいものを入れたいっていうのは、もうこれはこう女性男性の特性なのかなというふうに最近思っています。なるほど、はい、ありがとうございました。まあ、多分ちょっと清水さんの今回のことに関していろいろ質問あると思うんですけど、まあ、とりあえずちょっと皆さんあの質問は頭に置いといてもらって、後であの必ず回りますんで、最後山川さんの発表までちょっととりあえず行きたいと思いますね。山川さんお願いします。はい、皆さんなんかちゃんと資料も用意されてて、ちょっと私だけ資料もなくてただ喋るだけなんですけど、まあ、ゴミの話をちょっとしようかなと。まあ、あの皆さんのゴミは結構ね、あのあんまり気にあの重要視してない分野だと思うんですけども、もちろんあのコンストラクションはゴミが出ます。それで、まあ、あの失敗というよりも、まあ、その難しさというかコントロールの難しさとか、まあ、あのいうのに絡んでちょっとそのゴミの話をしたいと思うんですけど、まあ、あのゴミは今再生をするということで、まああのね、分別するということで話言われてまして、で、まあ、それに合わせて分別回収とかで、あの、まあ、あ無理やりひっつければあの SDGs の話にもつながっていくとは思うんですけども、まあ、その僕らはあのやっぱりこう普段生活したりこの仕事してると、僕も最初やった時にはそのゴミの出るっていうのに非常にこんなに一つの工事でこんなゴミ出すんだなと思ったのがちょっとね、十何年前初めてやって思ったことあるんですけども、そりゃこんだけ壊して捨ててたらもうそりゃ日本じゃ世界中ゴミだらけになるなみたいな感じでやってたんですけどもね。それで、まあ、僕も、
その一つのプロジェクトをやるとずっとゴミが最初から始まりデモレッションから始まってですね、終わるまでもうずっとゴミとのまあ戦いなんですけども、で、まあ皆さんもちょっとご存知どれぐらい皆さんが直接リサイクルセンターとか、ゴミを捨てに実際自分たちで行かれるかはちょっと僕は分からないんですけども、まあ、僕らはまあ、少なかったらもう業者呼ばないで僕は自分でバンに乗せて捨てに行ったりはするんですね、うんうん、それで、まあでもそこで分別してるかしてないかっていうのが非常にまあね、コストを下げるっていうのと、まあ、スムーズにパパって捨てれるか、だからどこに何を捨てに行けば、ね、いいかっていうことが分かってれば、ゴミが出た時にもう最初から分けますよね。なので処理が、まあ、楽で済むんですけども、まあ、それで、まあ、今は昔は違いますけどマットレスもね、皆さん ご存知だと思うんですけど、マットレスももう今捨てるのはゴミが普通に捨てれないですよね。リサイクルのところ持ってっても15ドル払ってそれだけ別で捨てなきゃいけなくなったりしてまして、それでまあもちろん、分けるときにはドライウォールも分けますよね。ドライウォール分けて、まあ、メタルもメタルだけで、分けといてやった後で楽なんですよね。でメタルはリサイクルに持っていけば、物によっては逆にお金がもらえたり、しますし、普通のただのね、ミックスのメタルだったらもうただでただ捨てらせてもらえるっていうのもあって、まあ、分けて、捨ててます。まあ、それであとペイントとかもですよね。それからあれですよね、最近は特にその SDGs とかあんなのでライトバルブとかああいう電子機器とかもね分け始めて、まあ、皆さんもそれはされてると思うんですけど、で僕らももうなるだけリサイクル行った時にはそういうのも分かれてるところがあるんで、分けて、はしてるんですけども、であとはそのペイントもそうなんですよね。ペイントは結構いろいろあって、そのままリサイクルに持っていけばタダで取ってくれるってこと、取ってくれないペイントもまあまああるんですけども、それはでペイントは基本的に全部、使って空になったら、空になったやつはペイントがそれで漏れてこなければ普通のゴミとして、まあ、捨てれるとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあペイントの中身が入ったままゴミ箱の中に入れて捨ててはいけませんので、まあ、そうやって分けて、まあ、捨てるんですね。それでまあまあ、僕ら現場でいつもせめぎ合うというかあれなんですけど、やっぱりこういろんな業者が僕ら使って工事をするので、で僕らはやっぱ日本人特にきれいにするのが好きなんで、僕も現場はやっぱきれいにしときたいっていうのはあるんですね。なので、まあ掃除したりするんですけど、その他の業者で下請けをとか呼ぶとなかなかやっぱり掃除っていうのができなくて、もうとにかくやりっぱなしで、まあ、帰っちゃうっていう、ね、こちらの育て方もいろいろあると思うんですけど、こちらの、ね、子供さん育つ時にあんまりこう片付けをしないで結構育っちゃって、親が、学校の子供のロッカーをそう、ね、掃除にしに行ったりもするみたいな話もよく聞くんですけど、そんな感じで本当にあんまり育って掃除ができないようにできないまま育っちゃってる子どもたちがいて、その人らが仕事をするもんですから、僕らの現場に来ても掃除が、まあ、なかなかできない。それでもうやりっぱなしで帰られて、まあ、僕らがいつも、まあ、掃除したりとかするんですけど、で特にまあ、失敗というか、まあ、ここはちょっと失敗みたいなところなんですけど、特に食べ物とかがね、食べ物とかを業者さんが来てお昼に食べたりとかして、家から持ってきたものとかもあるし、まあ、その辺でマックで買ってきてマックを食べてとか、その辺のゴミも食べたゴミも普通のコンストラクションのゴミとして、まあ、捨てられたりするんですね。で僕はいつもその業者に食べたもんは捨てるなと、
それから、まあ、ちゃんとね、ちゃんとこう分別してとかいろいろ言うんですけども、いくら言っても、その現場で、なんかあの例えば、現場で1週間ぐらいした後にどうもそのゴミ箱ゴミの袋の中が臭いってなって、で中見てみたらその 業者が持ってきてお昼に食べたのリンゴの、ね、芯を捨ててたりとかね、そのコンストラクションのゴミの中にですね、とかその辺の、まあ、そのまま食べたマックのゴミを捨てたりとか、コーヒーがそのままこぼされててずっとね、あの袋の中でこぼされてるとか、基本的にコンストラクションのゴミに生ゴミとかはもちろん入れてはダメなんで、まあ、そういうこともあって、まあ、失敗といえば、まあ、あ失敗というような、ことがありながら、まあ日々そういう下請けと僕は戦ってます。で、僕らの仕事もコンストラクションの、まあ、コーディネーターというかね、現場監督とかやってても結局なんか本当に掃除業者かなと思うような毎日掃除やってます。なるほど、はい、という話です。以上です。なるほど、まあ、確かにこっちの現場は日本の現場に比べて汚いですよね。で、掃除をしてないのかしてももう次から次へと汚されちゃうのかっていうところはあると思うんですけども、その苦労は分かる気がします。で、なんでそうしないんだっていうのはもうまさに本当に、まあ、道徳心とかそのこちらの教育のあり方なのかなっていう気はしますね。日本だと少なくとも人の仕事が終わった後に入ってきた業者は必ずそこはリスペクトして自分の仕事の後その人たちの仕事に何かケチがつかないようにちゃんとして帰るのが普通なんですけど、こっちはもう自分のやったようにも汚したままどんなきれいになっても汚したまま帰っていっちゃうと結構ありますからね。だからその辺の苦労っていうのは分かる気がします。まあ我々よくバックチャージしますけど、そういう場合は多分小さい業者だとバックチャージもなかなかできないんで多分難しいだろうと思いますけど、契約上どういうふうになってるかっていうのもあったりするんで、まあその辺でしょうね。分かりました。すいません、まあ、ちょっと皆さん の発表をまずバーッと行きたかったんで、行かせてもらいました。ありがとうございました、山本さん。まあ時間もないんであまりぐだぐだ言うというよりはもう質問とかをまずちょっと聞きたいなと思います。最初の石川さん、木本さん、清水さん、山川さん、ピンポイントでこの方のこういうことに質問とか質問じゃなくてもちょっとこんな話したいっていうの人がまずいればちょっと挙手、今シュッと挙手してくれれば当てますけど、どうでしょう。誰も挙手しない？誰か挙手する人いません？質問とか。あ、じゃあ青山さんどうぞ。ミュートになってます。はい、どうぞ。はい、まあ我々今ここに出席されいらっしゃってる方、まあ、日本の方、日本で生まれたりされてこちらいらしてっていうかことで、まあ、こっちのさっき言ったように現場それからまあ生活習慣も違って、で、まあ、やっぱり感覚が違いますよね。その現場の一つ現場とっても、まあ、彼ら汚したまま帰る、我々はきれいにしておきたい、きちっとしておきたい、その辺のその文化の違いっていう部分、まあ、私もその通常の商売で連絡ちょうだいね、ああ分かったよ、全然連絡来ないとかっていうのは、まあ、当然だと思ってはいるんですけど、日本から来てすぐの方はそんなおかしいじゃんっていう話になったりとかっていう、まあ、慣れもあったりしても全然私は苦にならないんですけど、まあ、そういうそのビジネスの中でのこの文化の違いっていうのは皆さんどういうふうに対処されたりとか、まあ、そこはしょうがないよねって納得するのか、今言ったように現場はやっぱりきれいにしておきたいって、そこはもう譲れないっていう部分もあったりしてあると思うんですけど、まずその辺は皆さんやっぱり今発表された方の中でもこの違いについてはここは納得いかないよっていうのは特にありますか。まあ、今の現場の話も含めてですけど、じゃあ石川さんからどう、石川さんどんな感じ、この文化、ビジネス上の文化の違い、何か今の青山さんのコメントから何かありますか、石川さんなりに。まあ工夫してることとか、気になってることとか、まあみんな多分
多かれ少なかれこの文化の違い、ビジネス上の文化の違いっていうのはいろいろ感じてるんだと思うんですけど、対策とか何かあります？石川さんなりの対応策というか、まあ、それとも何も対応してないとかっていう、まあ、それでもいいんですけど、どうでしょう？うん、まあ、私はさっきお話したように最初シアトルに駐在して、まあ、2回目もシアトルで、シアトルに通算8年ぐらいいたんですね。はい、でその後2016年にバンクーバーに来て、5年いて、で、まあ、シアトル時代からバンクーバーに来てたんですけど、シアトルって要はアメリカとカナダもまた違うんですよね。うん、ちょっとこう具体的に説明 しづらいんですけど、はい、カナダに入ってくるとカナダのこう雰囲気もあってアメリカとまた違うなと。で商売も当時は、今はそうでもないんですけど、当時はカナダの人って、まあ、昼間から酒飲むんですよね当時。マルタの、まあ、買い付けに来て、でサプライヤーさんとこうネギ目っていうか商談をして、まあ、ランチ行くと普通に酒飲むんですよ。で昼からもうワインとかビールとか飲んで結構お酒飲みながら仕事する感じだったんですけど、うん、アメリカの方ってほとんどお酒昼間から飲まない、うん、だからカナダの方がそれはなんていうのかな、まあ、楽しかった、当時は若かったし、うん、なるほど、ええ、でさっき青山さんが言ったような印象は僕は結構個人によるのかなっていうのはあると思うんですよね。人によってやっぱり日本人だってすごくルーズな人はいるし、カナダ人もすごいパンクチャルな人もいるし、まあそれぞれだと思うんですけど、やっぱり普通に仕事をしてたらやっぱり社会人としての常識を持った人は、ちゃんとしてるし、そうじゃない人はまあ、会社変わってたりとかね、辞めてたりとかするんで、まあ、その辺はやっぱり日本とも同じなのかなっていうふうに感じましたけど。でもケースバイケースで対応して、まあ、そういう人もいればこういう人もいればっていう、そういう。そうですね。だから全般的にカナダってやっぱりこう時間軸が緩いっていうのはありますよね。例えば日本だったら、例えばバス停で待ってたらバスの時刻表通りに来るじゃないですか。はいはいはい。カナダって本当に来るのかなっていうぐらい時間もずれますし、あとタクシーなんか呼んでも全然来なかったりしますよね。まあ、今ウーバーあるから違うんでしょうけど、出張行くときに朝早く出なきゃなんなくてタクシー呼んでるんだけど全然来なかったりとかですね。なるほどね、なるほど、そういうこともあるんで、まあ、時間軸の面で言えば日本みたいにキチキチしてないですけど、まあそこに生活してる分には、まあ、こんなもんかなって思って生活してるんで、なるほど、そんなにストレスは感じませんでした、ね、なるほどなるほど、はい、なるほど。木本さんどう？私は今教育とゴミの問題っていうので、ああなんか思い当たる節があって、うち上の長男は日本で小学校に行ってるんですね。うん、で日本って小学校でクラスルームの掃除をしたりとかっていうのが当たり前にあるじゃないですか、うんうん、でなので自分の部屋を掃除するっていうのは当たり前にやるんですよね、言わなくても。で逆に一方下の子はカナダで育っていて、片付けるっていう感覚がまるでないですね。まあそれは本当に家庭家庭その子その子の、うんうん、個性もあるんだと思うんですけど、まあそういう中で、学校ので掃除をするとかっていうのもなくて、まあ今最近それでこそ、まあ先週もアースデーでしたけど、ゴミを投げ捨てたりリッテリングは絶対ダメだよとか、地球を守ろうねみたいな教育がされてるので、多分ちょっとずつ改善はされていくとは思うんですけど、うん、おそらく80年代90年代、まあ、ひょっとしたら2000年あたりで、そのエコノミーが、成長するカナダの中で育った子たちっていうのはちょっとそういった感覚が少ないのかなと思ったりはします。なるほど、清水さん何かコメントあります？今の話の中で。はい、ゴミの問題はちょっと別で山形さんにまたお聞きしたいんですが、この仕事上で日本人じゃない人とやるということでの、最近やっと
まあ、何年数年ちょっと実践してみたことが、やっぱりその対応が遅いとか、あの電話の対応が悪いとか、つながらないとか、あのメール遅い、いろいろもちろん日本人でない方の仕事をしあの対応は全然違いますけど、あのやっぱりすごくあの私は、まあ、例えばサプライヤーとかのベンダーさんですよね。で、あの彼らに対してやってくれたことに対してすごくありがとうっていう気持ちを言うと、うんうんうん、すごくそれが跳ね返ってくるなっていうのは最近実感していて、うんうん、で今やっぱり自分の周りには結局ちゃんと仕事でそうやって跳ね返ってレスポンスが必ずある人、まあ24時間とは言わずとしても2、3日でちゃんとレスポンスをしてくれる人っていう人が結局は固まってきていて、その人たちとばっかり仕事するようになると、やっぱりこう物事が早く進むんだなっていうことが分かったので、うんうん、あの新しい若いそのやっぱりサプライヤーの子たちもやっぱりミスは何個かあって、先ほどのバスタブもそうですけど、昔の私だったら結構やっぱりあのどうしてくるんだっていうその保証であるとかクレームを立ててたんですが、私はもうそれをするのをやめて、あのこれからも一緒に関係を作っていきたいし、あなたから買いたいので一緒にその、 あの解決策を探していきたいんだけどっていうアプローチにし始めたら、ものすごくこう周りが変わってくれたなっていう気がするので、これは中国人カナダ人に変わらず関わらず、仕事に対してやっぱりこうあのやってて評価されてるとか、あ私がやったことが何かあなたにとって翔子にとってすごく良かったのねと思ってくれたことがすごくあれあの喜んでくださってるなっていうのが分かるので、なんかそれもあのカナダで楽しい部分でも最近はあるかなと思います。なるほどなるほどなるほど。それはあれですよね、あの、まあ、カナダに限らず日本でも同じで、やっぱり仕事をやってくれる人に対するリスペクト、まあ、特に我々建設の業界だと自分で全部できないですよね。ビル1個自分建てられないから、うん、誰かが全部いろいろやってもらわないといけないっていうことなんで、まあ、それをやる中で今清水さん言ったようなこうチームとして一丸となってやれる方向で、うんうん、まあ、ミスばっかりつつくんじゃなくて、あのお互いカバーし合うような感覚っていうのはすごく大事だと思うし、まあ、それによってうまくいってるってことは、まあ、あのなんとなくわかる気がしますね、うん、そういうところの気遣いっていうのは、うんうん、カナディアンだろうが日本人だろうが多分やるべきじゃないかなと私は思います、ね、はい、ミスはどうしてもやってしまうので、ただ、まあ、あのこちらのクリニックであるとか、あのその日本でだったら優しく対応してくださるはずのレセプションの人がすごく冷たいですよね、カナダって、はいはい、それが私はやっぱり 病気になった時やっぱり辛いので、ね、あのそれがもちろん電気ライティングの会社、タイルの会社、どのレセプションもやっぱり基本冷たいんですよね、あのお客さんに対して。でもそこをあのこっちは冷たくされてもあのすごく感謝を言い続けると、向こうもすごくこの客は違うなというか、うんうんうん、っていう感じになるから、気長に構えるしかないかなと思っています、うんうん、そうですね、もうまさにそんな感じだと思います。それで受付だけで限らず、あの例えばこっちだったら、例えばあのお店の店員でさえ、うん、あの態度悪いやつたくさんいますからね。こっちが買いに来てるのになんだその態度ってやつたくさんいますから、そうです、ね、まあその辺はだからどういうふうに、まあお店に、行って何か買うものと受付で仕事のために行くのとはちょっとだいぶ違うんで、あのとりあえず違うと思いますけど、はいはい、山本さんどう、あの現場やる中で多分いろんな業者いるじゃないですか、頭に来るようなやつもたくさんいるだろうけど、頭にばか来てたら物進まないんで、ぐっと飲み込んで、さっきじゃないですけど自分で掃除するということも多分多々あると思うんですけど、その辺の気苦労を含めて何かコメントありますか？いや、まああのそうですね、まああの本当にこう言い過ぎたらもう誰も業者来なくなっちゃうんでそうですね、まああのこっちも我慢しつつ、確かに今おっしゃったみたいに、あの僕一人ではできないんで、やってもらわないとできないんで我慢してるところは多いですよね。で、まあ、あの確かに、でどうも一旦その下請け使ったらなるだけもう買えないで同じ業者を使って やるようにしてるんですけど、やっぱりまあ、まずは育てるっていう感じですかね、うん、本当にまあ長く確かにあのやっていきたいっていう感じで、まあ、やるようにしてるかもしれないですね。確かにその下請けはだいたい
でやってると1回使ってでやっぱりあの全然ダメな場合は全くダメな場合はやっぱり次は使わなくて何回か使ってるとそれなりにいい業者が出てきてで、うん、そいつともうずっとやってるみたいな、うん、ケースは確かに多いですね。なるほどね。そうですよね。まあこれはなかなかすぐ解ける話じゃないと思いますけど、まあ、みんないろいろ工夫されてるんだと思います。高橋さん久しぶりにあの私見たんで高橋さんなんか質問っていうかなんかないですか。ちょっとネタ振りじゃないですけど聞きたいことも、あの全然今のまでの流れとは違うんですけど、はい、私今ちょっとお聞きしててあの一番なんだろうあれだったのがあの屋根の張り替えといいますか、うん、あれをちょうど私が住んでるタウンハウスもリチモンですけど58件、うん、ほとんど同じ規模なんですよね。それで2019年の何月だろう5月とか6月に、うん、まあうちも築40年以上なんですよ。はい。それであの屋根の素材がシーダーからアスファルトシングルに張り替えたんですよ、うんうん、でただ40年も経ってるっていうのはそれの積み立てがずっとあるので、うん、あの要はその時の一時的な自己負担ってゼロだったんですよね。ほう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 。だから長い間、まあ、積み立てているものがあると、うんうんまあ、全体でですけどね。リザーブファンドがあったってことですね。ストラクト。そうですよね、はい、コンデンシーファンドがあったということですね、うんうんうん、であったのが印象的で、あとやった内容は、そのほとんど同じですね。屋根とあとなんだろうサイドでピンキはやってませんけど、うんうん、あとガーターとか全部取り替えて、うん、で、それ で一番驚いて、まあ、値段はまあお金はまあ積み立ててたからだっていうだけの話なんですけど、うん、一番驚いたのがうちはあの58棟で2なんだろう2回に分けてやったんですけど、うん、全部で2週間で終わりました。ほう。で私それはあの実はそこを期待してなくて、うん、やっぱりかかっちゃうんだろうなとか思ってたんですけど、うん、これもびっくりしました。であのものすごい段取りが良かったです、うん、で人数が、だから半分ずつやったから何件だっけな、まあ、29件とか8件ずつぐらいでやったんですけど、うんうん、来た職人さんというか来た方が多分30人ぐらい、うん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 、でしょうね。いっぺんに来て、うんうん、それで、なんていうんだろうな、本当に一気にやりましたね。で、うんうん、ただ、天気もその間ずっといいっていうか、まあ、夏だったので、ねはい、いい日が続いたので、はい、で、みんななんかね、私もこんな見たことないですけど、みんなしっかりしてるように見えましたよね、うんうん、それだけテキパキやると。ちなみに、コントラクターの名前覚えてますか？それが覚えてないんですよね。ただあの、マネジメントの会社は、あのはい、プロパティマネジメントは、うんね、ディーベルっていうね、ディーベル、はい、多分 D ってアルファベットの D にウェルだったしね、はいはい、確かあの、はい、ディーベル多分リマックスかなんか関係あるんじゃないかなと思うんですけ ど、はい、よくその会社は見ますね、あの、UBC とかでも。なるほど、なるほど。で、そこで、ただ、私は2005年に今のタウンハウスに入ったんですよ。うんはい、でその時の、マネジメントフィーっていうのはマンスリーで190ドル、うんはいはい、でそれは自分たちのがストラなんていうの、そのマネジメント会社を頼まないで自分たちで運営してたんですよね、うんうん、あのストラタを、うん、でやっぱりそれが時が経つにつれてやる人がいなくなって、うんうん、マネジメント会社に頼むようになって、はい、たりした時に2005年に190ドルだったマネジメントフィーが、うんうん、今は435ドルになってますから。マンスリーでそうですね、うんうんうんまあ、それがまあ40年のものでそれがどれぐらい高いのか分かんないんですけど。ちなみに大きさいくつですか、あのタウンハウスの今高橋さんが住んでる家は。1500弱ですね。1500弱。はい、1500だってそんなもんじゃない多分。そうですかね、うん、1500だったら今 3ドルちょっとでしょパースキャフットで。そうですね、だったらまあ悪くないと思うよ、うん、もうでもただあれですよね、タウンハウスだったら駐車場は兼用とかそういうことですか、地下にボーンとあるんですかね、みんなのタウンハウスあの自分の玄関の前に1台分、
屋根付きのやつがあって、うんうん、あとは共有のがあって、それは地下じゃないんですか。地下じゃないんですよね。あ、もう、あ、なるほど。じゃあ地下はあんまりないってことですね、基本的には。地下はないですね、うんうん、なるほど、なるほど。だからその、なんていうでしょう、今までいろんな話というか、ね、建築関係とか、うんうん、あったんで、まあ、覚悟してたんですけど、あんまりの段取りの良さにびっくりして、うん、なるほど、なるほど、いい方ですね。あとあのガラダとか取るときに釘とか落ちるんですよね、庭の方とかにも、うんうん、でそういうのも全部拾ってましたね。ほう、まあ、こんな業者さんがいるんだなと思って。正反対ですね、木本さんのところの業者のね、多分。本当です。で、うん、我々はストラッタの人たちがしっかりしてたので、いちいち指示させてましたね、ゴミを拾えとか、うん、あのその間、毎日掃除をしろとか、例えばあの音楽聞きながら工事をするなとか、うん、あの細かいことを指示出してましたけど、そのもう業者さんの人はもう知ったこっちゃねみたいな感じでした。だから私は多分そのなんだマネジメントしてくれてるプロパティマネジメントしてくれる会社が良かったんじゃないのかなと思ってるんですよね、うんうん、すごいスムーズで段取り良くてノーティスも来て時間通りに終わって、それも短い期間、なるほど、ね、で実際作業を見せたけども、本当にテキパキ30人ぐらい来ていっぺんに、まあ、今の話聞いてたらだって30人だとしたって、59個を2週間でやっつけるって言ったら結構ですかね。三河さんどう思います？なかなかそんな業者いないですよね、多分。そうですね、早いですね。木本さんとこの、うん、そこの屋根業者とストラタどういう契約されてるのか分かんないけど、はい、多分支払いにしたってプログレスで業者に払ってるわけでしょ、多分、ね。住人からは一括でプロジェクト始める前に集めて、で、うん、プロパティマネジメント会社が分けて払ってる。進捗をして、はい、はい、そうですね。これが3ヶ月の予定が1年もかかってたら、はい、当然支払いも払ってないわけだから、はい、業者の方も収入がないわけですよね。そうですね、そうですね、はい、はい、危ないですよ、それ。はい、ああ、でもつい最近さ、ミーティングがあって、追加の費用は発生しませんと。で、はい、いうところで、もともとからコンサバティブなプランでやってたので、最終的に余れば返却するっていう話もあったので、まあ、それはないけれども、追加もないので、なんとか皆さん、容赦くださいみたいな。でも、三河さん、あれですよね、はい、今の木本さんの話から聞いてたら、そんだけ伸びるっていうことは計画性が全くないっていうのと、ひょっとするとその業者はどっかのプロジェクトと、まあ、まあある意味よくある話で、小さい会社だとたまにこっちに来てちょっとこっちやってあっちやってこっちやってあっちやってっていうのは、なんかそんな風に受け取れるけど、どうなんですかね。やっぱ2万ドルっていうのは僕はちょっと高いなって気がするんですけど、うん、なるほど、なるほど、なるほどね、うん、だから木本さんの屋根はなんか危ない、潰れるんじゃないかなって感じしますけどね。気をつけた方がいい。でも新規は今日のとか終わったからまあいいんだよね、はっきり言ってね。ある意味いつも終わってますね、はいはい。木本さんとこの屋根はシングル、アスファルトシングル？アスファルトのシングル。シングルからシングルだよね、多分ね、あの感じはね。そうです、そうです、はい、そうです、ね、はい。なるほど、なるほど。高いね。まあ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 、そうですか。まあそのタウンハウスとか、まあ、今言ってストラタに住んでる場合はそのいろんな人とコンセンサス取りながら自分の意思だけでやれないっていうのが少しね、難しいところではありますよね。一緒にやらないといけなかったり、一緒にやらされちゃったりとかっていう話はどうしてもついてくるんで、これは今始まった話じゃなくて、今後今例えばコンドミニアムでもボンボン立っていってますけど、これ最終的に100年後200年後コンドミニアムがもうそのまま保てない状態になった時の建て替えとかやり替えとか、今そんな議論誰もしないでしょうけど、これ大変ですよ。私たちやってる例えばミックスユースの下にホテルが入ってて上にコンドが入ってて中間にオフィスがあったりとか、もうそんなんだったら今度どうやってこう協議して建て替えるっていう話になった時にやるんだろうと。だからコスト莫大でしょうからね。だから私たちが今ディベロッパーとして話してるのは、まあそんな時代になった時には
デンシティがまだ 2,3 倍になるんで、そのデンシティを売って、まあ、コストをカバーするとかね、まあ、そんな話が多分出てくるんじゃないかなというところで、まあまあいろいろと多分問題はタウンハウスぐらい の, あの規模とまた違っていろいろ大変なことがたくさん出てくると思いますけどね。わかりました。じゃあ高井さんの質問はそんな感じ。ちょっと和田さん、まあ、あのかわいそうだから当てるよ。なんか、いや別に、なんか言って。結構です、それだったら。そんなすねないで。どうせ、やべえ、別にやったでしょ。言って、言って、言って。え？何もないの？質問。特に何も、え、あの水に落ちたお話でも しましょうか。あ、水落ちたの、和田さんもやっぱり。そういうの、まあ長いですからね。まあ、昔の話ですけど、でも、ね、うん、でもそれでも3回だけよ、たったの3回。3回でも、うん、その時の教訓で、メガネは2つ揃えたとか、そのこと。いやいや、メガネじゃないんですけど、さっきその、ああ、そっか、あの青山さんが言われてたかな、あ、うん、後ろ見たらいなかったって、あのパターンなんですけどね。和田さんが後ろだったってこと ?3 回のうちね、2回はね、うん、検品終わって、まあ、ハーケンっていうボート屋さんがあるんだけど、ボート乗り場でもってね、うん、じゃあお疲れさん、サンキューっつって、桟橋に降りようとしたら桟橋がなかったんです。で、ボート落っこって、要するに こうなるわけよ。ボートのヘリと桟橋のところにこうなって、おっとおっとおっと。これ2回あります。はあ。うん、こんなのが。だから、まあ、要はその、いかだで落っこったんじゃなくてね。で、もう1回は、もう1回はね、まあ、もう落っこっても落っこってなくても同じだっていう状況だったんですけど、要はその、大雨の中ね。あのちょうどね、伊藤さんのお宅の近くにある製材工場を、まあ、当時日照祝いという会社がね回してた時なんですけど、あのイカダが来るのは遅くてね、でもっともうみんな工員さんたち帰っちゃった後でもって、その次の日のイカダがもう木がないっていうことで、それで、急いでね夕方、で出かけてってね、大雨の中ですよ。でその中で、たまたまね、話長いよ、あのね、シトカスプルースっていう木があるんですけど、これねすごく浮きゃいいのよ。でよくほら木場とかでもって、ほらあれよあれよって乗ってんないんじゃない、はいはいはい、あの浮かないね、あの状態でもって大雨の中でもって、うんうん、要はそのさっきのその石川さんのようなああいう綺麗に並んだイカダじゃないんですよ。もうバラバラの、まあ、当時はね水面っていうか水の上でもってそのイカダの一本一本あっちこっちあっちこっちってやってることが多くて、で大雨の中でもって一人でやってたんです、うん、そしたらあのとにかくだから要するにその次の日の、イカダが間に合わないっていうことで急がなきゃいけないって言ってやってたんだけども、要するにそのイカダがほらあのぴったりくっついて ないのよ、もうバラバラなのよ、うんね、だから、うん、はいここに乗っかりましたって言って、こちらはほらもうこう要するにその、うん、記録をつけながら撮ってるわけよね、はいはいはい、でこの木はこっちあっちはやって記録つけられてて、ここにいましたね、うん、でここに乗りました。でまたこっち戻ろうと思ったんだよね、くるぐる回ったから、うん、から戻ろうと思ったらもうここにないんだよ、イカダが。あると思って戻ったらない。いやだからもう本当だってピタッとこうくっついてればいいけどね、イカダがね、はいはいはい、こう動いていってるわけね、もうこのだけどもう大雨だからいいやと思ってね、もう最後はもうびしょびしょになりながら、あのとにかくずぶ濡れの中でですね、必死になって当てたって思いがありますけどね、そんな話です。なるほどなるほど。伊藤さん、なんかちょっとコメントもらえませんか、伊藤さん。いや、コメントじゃないんですけどね、ちょっとあの失敗談の、質問じゃないんだけど、今おっしゃられてるその丸太のうちの川、よく見えるんですよ、はい、いかにどん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 川は登ってったり降りたりしてるのをね。でこれ、検品するという意味の検査の内容っていうのは、製材は、まあ、我々よくね見てやるのは分かるんですけども、丸太をそのような危険を冒してまで検品する要素っていうのは何を検品されてるんですかね。これは和田さん、青山さん、石川さん、ちょっと答えてもらえませんか。石川さん、石川さんどう、何を検品してるんですか、何が分かるんですか。見に行って、まず目合いですよね、樹齢、樹齢、はい、目が詰んでるかどうかっていうのと、あとその目の積み具合っていうのは、はい、例えば表面から見ると、あ、小口を見ればある程度目の年輪のあれで分かるんでしょうけど、はい、あのいかだ組みされちゃってるんで、端っこの方に行かないと目合いって見れないんで、うん、ないですね、目合い見るとき結構危ないんですけど、うん、まあ、鏡込んで、うん、目をあの数えたりとか、はい、まず目合いを見ると、
それとあと、はい、木の素性、節があるとかないとか、はい、で木の曲がり、はい、直性がいいとか悪いとか、はい、そんな感じです。というのはいかだって何十本もいろいろと組まれてるじゃないですか、はい、それの一本一本を見ながら、その皆さん買うのはもちろん一本一本買うわけじゃなくて量をまとめて買われてるわけですよね。そうですね、あのさっき和田さんが言ってたのはものすごい価値の高い一本ごとで、あの評価されるようなやつは本当に一本ずつの検品レポートを書くんですけど、うん、あのいわゆるそのスタンダードな波材は結束してますんで、うん、イカ座全体の印象をレポートして、うんうん、で、例えば節の程度が何割あったとか曲がりの程度がどのくらいあるかとか、はい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 、そうですね、今木本さんが写真共有していただきました。あ、そうですね、青山さんです。青山さんです。私は見せません。なるほど。であとこうやって写真を撮ってあの日本の本社に送るっていうのもすごく重要な仕事でした。だからよくカメラを持って検品してたんですけど、うん、またこのカメラもよくカメラも落としてですね。なるほど、よく怒られました。これは122っていうソートです。これそれであの価格の入札とかそういうのを一つの資料として出すわけなんですか、それともこれはあくまでも検品の内容っていうのはどうビジネスに生かしていくんですか。あのサプライヤーさんからあの木を買うんで、今回見た木が前より良かったよとか悪かった、まあ良かったってあまり言わないんですけど、うん、あの悪いから値段引いてくれとか、うんうん、そういう交渉をするときに実際に見てないと、うん、あの木って一本一本違いますから、うんうんうん、あの自分は見たよと、で、うん、こういう内容だったからこういう風な値段をにしてくれっていう交渉を、ね、するのに、うん、やっぱり一つ一つ見る必要があるんですね、うん、最後なんかスタッフみたいなの押していくんですか、これ買ったっていうやつは。なんかどうやってその自分が買った木をその印はどうやってつけるんですか。いや特に印は使えないですよ。あのもしそれがサプライヤーさんから、うん、あのまあ、お金を払ったらタイトルが移転されて、うん、でそのイカダを管理しているのがさっき和田さんおっしゃったようなハーケンとかねホダーとかイカダ会社がフレザーリバーに水面を持ってるんですね、はいはい、でそこに保管されてるんですけどタイトルがサプライヤーさんから、例えば創日に、はい、移転されたってことはそのハーケントーイングが確認してます。あでそこの買ったそこのやつをちゃんとこう間違いなくあの買えるようになってるわけですね。運んでくれるようになってるわけですね。そうです。今度船が来た時に、うん、商社がそのハーケンなりホーダーにトーイング栄光オーダーをして、うん、船速まで持ってきてもらう。だからそのタイトルが映ってないものは運べないです。あその時石川さん立ち会うんですか、確認とかそういうことはしない、もう任せっきりです。ここ船積みにはあの立ち会うこともありますけど基本的にはもう買って、うん、デリバリーオーダーを電話ですると。あもうじゃあそこはもうある意味信用でもう必ず自分が買ったものが届くようになるというそういうことですか。今日そうですね。このイカダを組む場合はある程度樹種とかそのグレードをある程度まとめながらイカダを組んでいくんですか、あるいはもうランダムにバッとイカダはもう別に並べてやるということで後から検品してグレードを決めていくっていうやり方。あのサプライヤーさんがもう事前にグレードあの樹脂を分けて、うん、でその樹脂の中でグレードも分けたあのイカダを案内してくれるん で、うん、で我々はその樹脂とグレードが決まったものを検品に行くことになります、うん、なるほどね。今あの価格についてはあの確かナンバーは先物要するに取引で値段が市場である程度決まってきますよね、はい、この丸太はそういう市場の先物取引の中に入ってくるんですか。丸太の先物ってないと思いますね。製品はありますけど、はい、うん、ということは入札の要するに市場性によって値段が今すごい高いですよね。ランバーは倍ぐらいの値段、ね、今記録的な値段になっていて、まあ、あの後追いで丸太の値段もあの上がってますけど製品の値段の上がり方に比べれば比較的緩やかですね。
ちなみにどのぐらい丸太でどのぐらい上がってる感じなんですか？それは青山さんの方がご存知だ。青山さんどんな感じ？どのぐらい今上がってるの？製品だとそれこそ倍近く上がってるけど。そうですね。ちょっとあの製品が例えば、今去年とかさ比べると3倍4倍っていう感じなんですけど、うんうん、なんかその素材っていう部分については3倍も4倍もいってないですよね。その若干の伸びっていう感じで、でまあ、サプライヤーとかもみんな、なんでナンバーは伸びるのに、まあ、歌はそんな安いんだっていう質問を受けて、なかなかそこは答えづらい部分ですけど、それはあれですけど、ね、やっぱり実はあの、まあ、私が聞いてる限りでは、この、 あのコロナの状況で、製材業者とかがの稼働率が 100% じゃなかったりするのと、あとアメリカが、このコロナ禍の中新築住宅とあとリノベーションとかがもう盛んに行われてアメリカで消費がガーッと上がってる分がそのと今言った工場自体の稼働率がいまいちだっていうところで需要と供給のバランスが崩れて今はかなりガーッと上がってるっていうふうに聞いてるんですけど、それは和田さんとか石川さんとかそんな理解ですか？あれそれって俺が言ったんじゃなかったっけ？うん、その話もちらっと聞いたし、うん、この間、うん、そんな感じ？やっぱり。あの、結局、その丸太がそのたくさん上がってこないっていうのは、これ、まあ、あの、すみません、あの、持論というか、試験ですよ。要するに、そのキャパがもう限られてるわけですよね、工場のキャパっていうのがね。うん、それに対して、その工場のキャパに対して、需要がものすごく多くなってるということで、うん、工場から先は足りないんだけれども、工場はもうキャパが決まってるので、いくら丸太をたくさん持ってきても工場では切れないという状況ですから、うん、その工場が欲しいと思ってる需要っていうのはそれほど供給に対して逼迫してないと、そういうことだと思います。うん、なるほどね。なるほど。だけど実際に使ってるところで足りないから値段が上がってるっていうこと。私もだって本当にね、ちょうど3週間ぐらい前に業者と話してる時にプライウッドが明日値段が上がるから今買えてますって、 今買うから今契約サインしてくれって言われたことがあったから、とか言って、そんなことはさすがになかったから今まで、うん、明日とか明後日とかって話じゃなかったから。いやもうだってあの物ないですよ。あもう今少し回復してきたのかな、うん、ホームディポでもね、どこでもロナでももう物が全然ない状況で、うん、これ欲しいんだったらば2週間後ねみたいな感じなわけですよ。それでお父さんたちが困っちゃっていつ来るんだっつってね、なんか暴動じゃないけど騒ぎ出して、これまあ作り話だと思いますけど、ホームディポのとこでね、工場製材工場から運ばれてきた木がこう来ましたと。でフォークリフトでもって荷下ろしをしてるとこに来て、俺これ買おうからっつってそこでもって、ね、うん、あのカードをかざしたっていう話ですよね。だからそれほどもうその取り合いになってるという話は聞いてるんですけども、これだからあの今もうね木材ランバーの話いろいろ言ってますけど、石川さんこの合板も今すごいんでしょ？合板曲がってますよね。アメリカっていうか北米はそうですよね。北米ですよね。はい、だから合板に関しても当然ながらですね、特にこのコースだと米松ですよね。米松がその DFP って言われるやつですけど、米松の合板があるんですけど、そちらの方のやはり需要っていうのもどんどん上がってると聞いてますから、基本的には最後にはですね、丸太の価格も製品のように同じようにガーッと上がってくるだろうと思われております。そんな感じですよね、石川さんね。まあ上がってほしくないんですけどね、あの使う方としては確かに。すみません、ちょっとね西澤さんとか花木さんも参加してるんで、西澤さんなんかないですか？あ、そうですね、いろいろとも皆さんおっしゃられたんで、あれですよね、ただそのやっぱり僕の方も、まあ、ミスですね、自分の犯したミスもそうですけど、人の犯したミスをどう対処するかっていうのは非常にもうこう何十年とか来て、うん、カナダに来てからですか、あれなんで、まあミスは誰でもするよねっていうこの開き直りが多いんですよね。で、まあいいよ、ね、1回はいいけど、ね、2回同じことやるなよ、うん、それはもうね、あなたはちょっと全然もうあれ気が回ってないんじゃないのっていうようなことを私は思うんですけど、まあ、日本ではね、職人の世界では1回でもミスしたらとことん親方におられるっていうと、まあ設計の世界でもとことん責められてきた経歴なので、まあそのようにカナダ人に対処すると、
まあ、先ほど言われたように嫌われてしまうということで、逆に動かなくなる。そういうことなんです。ただし、あの設計の場合は一つの小さなミスでも金額がものすごく大きいんですよね。これをただ単なる誰が人だったら誰でもミスするよねで収まりきれないんですよね。でそれをやはりあの真剣にもうミスと分かったならそれを訂正しなきゃいけないんですけど、私が訂正するわけじゃないんで、これを訂正してくれとお願いするわけですよね、こうだって。で、素直にやってくれればそれいいんですけど、ぐじゅぐじゅ言う人もいるわけですよ。なるほどね。まあ、間違えといて。間違えといて言うわけです。で、まあまあ、僕が一番ひどかったのが、一回も、まあ、アーキテクトに見てもらってない図面を、まあ、設備も含めてね、タワーコンドのやつをね、どっさりと僕の机に置かれて、これを全部見てくれっていう話で、で僕もプロジェクトも知らないしやらなくて、まあ、やりましょうって言ったんですけど、とんでもないあの内容の図面で、これちょっともう赤ペンを入れるもう前の段階、前の段階でどうしようかなって言って、これだけのミスを指摘したら怒るだろうなと思ったんですよ。でね、でそれで1週間見てやったけど、これもちょっと手つけられないというか、ものすごく数が多い、ひどすぎてってことね。ええ、でそれひどすぎてっていう話をして、それでもいいから赤で入れてくれっつって、本当にいいんですかっつって赤入れたんです、赤ペンでバーって、ね、そうしたらもうそれを見せたらやっぱりね、ちょっとなんか引いてましたね、向こうも。ここまでされたことがないっていうので、でもやっぱりタワーのミスなんで、例えば25回あれば1つ間違えたら25個ミスが同時にオートメできるわけですよね。だからそういう思いで見てるんで、ものすごく赤いやっぱり反応はありがとうねとミスを発見してくれって言うどころか、あなた文句が多すぎるみたいな嫌味を言われたことがあって、どうしてこれ皆さんね現場対応してるか、まあ、清水さんもそうですけど、ね、この方もね、まあ、どこに対応されてるのかなというのはふと思ってました。なるほどね。まあ、多分皆さん同じじゃないですかね。ぐっとちょっとこらえながら、うまくそこは大人を出して乗り切るしか、まあ、ある意味はっきりわーっと怒っちゃっても結果として何も起こらないっていうのはカナダ人の結構体質なんで、謝らないですからね、まず大体自分が悪くても絶対に。まず謝らないっていうのがまず我々からしたら一番腹が立つことなんですが、謝らないですからね、かなりのことがない限り謝らないですからね、まず。花木さん何かあります？吉田さん待っててね、吉田さんのも振るから一応待ってるの分かってるんだけど。そうですね、花木さん何かありますか？業者さんとかそういうつながりは全くないんですけど、今ちょうど、家のペンキ塗りとフェンスとか、あと裏庭の電かな、ちっちゃい建物も半分壊れかけの電があったんですけど、それを全部壊して、なんか大改装してるとこなんですけど、とにかく汚いですよね。ゴミの話あったんですけど、仕事の仕方がってことですか？そうですね。例えばペンキボロい、一回剥がして、で多分塗り替えるんで、ガリ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 剥がしてたんですけど、もう剥がしたところはその片付けずにそのまま放置1週間とか、で、まあ、最終的にはちょっと掃除はしたんですけど、それでも全然残ってるんですね。もう全然掃除もできてないし、ような感じ でこれひどいなと思ったのが、五寸釘みたいな、なんか多分フェンスとか階段木で作られてるんですけど、それ建て替えたりとかしてるときに、抜いたりしたときに、五寸釘みたいななんかごっつい釘があるんですけど、それもなんか階段とか芝生のところらへんとかにもう散々散らかし5、6本ぐらい残ってて、これって踏んだら危ないよなとか思いながら、ちょっと探して拾って片付けたんです。自分で業者にやってくれないから自分で拾ってどうぞ。はい、これって踏んで怪我したら訴えることできるんですか？まあ、もう基本的にはできるでしょうね。だってその業者、ただどう、その業者が出したものかどうかっていうのをまず確認がどうやってできるんだろうか。あとは
まあ、どうなんですかね、ミカさん。なんか物が落ちてきて怪我したのはあれですけども、落ちてるものを踏んでって言ったら、一応でも車だからパンクしたらそこの業者に言えば対応するときはありますけど、その辺はどう。私は文句言われることはたまにありますけどね。あの道路通ったら、あんたのところの工事中の道路を前通ったらパンクしたからパンク直してくれとか言って言うのはたまに来ますけど、そんな美香さんある、山田さんとか。いや、ないですけど、でもやっぱり業者の責任ですよね。それは工事の廃材の一部でしょうから、それは責任を負うべきか、業者。はい、だからまあ訴えるかどうかは別として、ね、クレームはできますよね。うん、ちょっとだからそういう時も含めてやっぱり花木さん、あの県友会の業者を使った方がいいですよ。まだ使ってわからないですね。うん、もうまさに県友会を利用すべきだと思いますけど。本当ですね。質とクオリティはもうね。うん、ね、本当に安かろう悪かろうっていう話はあると思うんで、よく、うん、ちょっとあの喋らせてあげないとかわいそうなんで、檻に入ってる吉武さんどうですか、何かありますか。いやいやいや、皆さんの話を楽しく聞いてました。本当？あの、あれ、清水さんは伊藤さんのお仕事をね、されたって言われてましたけど、あの、失敗した時に伊藤さんは激怒しなかったんでしょうか？伊藤さんが怒るとこ見てみたいんですけど。本当ですね。私、伊藤先生、その時連絡したらよかったですね。伊藤先生にはご迷惑がかからないようにこっそり直しましたから。なるほど。素晴らしい。え、今初めて聞いたわけじゃないですよね。僕はっきり言ったら初めて聞いたの、その今の。そうです。そんな伊藤先生に言えないですよ。そこ、そんなあのクリスマスの前に多分担いでミッションまで走ってもらったっていうことは言ってない。あの清水さんにはだって、あのほら衣装の方のアーキテクチャルのデザインで、僕は構造のはっきり言って分担を分けてやってるんで、お互いに共同ではやるけれども干渉しないっていうのがね、それでいいんだろう、ね、お互い尊敬し合いながら、そういう分業化でやってました。はい、ということで伊藤さんは怒ったとか見てないってことですね。見てないのか。見たことない。もしそういうチャンスがあったら。あの、だよね、あのさっきの検品の話なんですけど、これ検品のその実際の検品の話っていうよりも、私はあの検品っていうのは名高いで、あれは客があの東京から来てね、何にもなかったらあのわざわざバンクーバーで来る理由がないから、ちょっと昨日検品に行って検品30分、あとゴルフ半日とか、あと飲み半日とか、そういうことなんじゃないかなと。私は基本的になんかお祭りじゃないけど、こんな言い方したらあれですけど、そういうなんか接待の一部なのような気がしてるんですけど、違いますか。まあ、あのもちろん和田さんが個人で行ったとか、石川さんが実際に検品に行くことがあっても、お客さん連れてくっていう時はもうパフォーマンスじゃないんですか。違います。でたまに落ちたりするのも、それ3回落ちたっていうのは1回の1回のうちの3回のうち1回ぐらいはパフォーマンスだったんでしょ。だけじゃないけど、ボーンと落ちてみるっていうやつで、実は俺は違うよ。俺は何て、ね、パフォーマンスで落ちる人なんかいません。あ、そうですか。ごめんなさい。ちなみにそんな、でも検品っていうのはそういう要素もないんですか。ごめんなさい、ちょっと聞き方が悪いかもしれないけど、あのね、そのまあ、これ言っちゃうとね、この中の人たちの中でもいろいろこう確執が起きちゃうんで、あんまり大きな声で言えないんですけど、まあ、輸出の丸太は多分そうでしょうね。青山さんはどっちも分かると思うんですけど、輸出に関してはね、丸太のまま持っていくわけですよ。だから、うん、その丸太も売っちゃったら、はい、おしまいなわけですよ。なので、うん、お客さんが見て OK、 あ、いいんじゃないって言った瞬間に荷が降りるんですね、うんうん、だけどその国内でね、買って要するに製品にするっていう、まあ、我々カスタムカットっていうんですけど、うんうん、それでそこから製品を作るっていう商売の場合は、お客さんがいいんじゃないって言った時に、確かにリスクはお客さん取るんだけども、そのいかだがね、こう工場に入ってって、でのこがビューっていくんですけど、その瞬間までもうドキドキなんですよ、うん、要するにお客さんがその場にいて、それをバーッと切った瞬間、中が見えるわけですよね、うんうん、だからそれに関する部分でやっぱりね、仮にお客さんがいいよって言ったところで、中がぐさぐさに腐ってたりとか、ステインだらけだったりとかね、うん、
すると、もうその日の夕食は喉通らないですよね。そういうこともあるわけ。それだから、それ品質はある程度確認していくんじゃないんですか、そういう。だからそれが、だからそういうのがないようにもう研鑽錬磨するわけですよ、うんうんうん、もう何百枚何千枚ってもういかだ見て、うんうん、でも場合によってはここの木はこうですよって説明をしなきゃいけない。例えばバンクバードのこのエリアのこのリンクから出てきた木はこうですからっていう、うんうん、昔のその記憶を頼りながらこうだこうだああだこうだって言って、うんうん、とにかくその木に関することっていうのをもう本当になんかこうなんていうかな、情報をとにかくもうずっと毎日毎日集めながらやってて、それでいやこの木はやめた方がいいですよとかって初めて言えるようになるんですけどね、うんうんうん、そうしないと、まあ、例えばこう欠点が出てきた時にうわこんなん出ちゃったよっつった時にお客さんはやっぱりねえなんだよあんたが勧めたからのにみたいなことになっちゃうんで、うん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 、やっぱりそれに関してはね、いかだにその全部その出どころの名前が書いてあるんですよ、どっから来ましたよっていうのがね、まあ、みんな暗号ですけど、だからそれを見ながらこの木だったらいけますよねみたいな話でやっていく。でも中にはそのお客さんはこっち来ない場合もあるんで、その場合っていうのはもう全部もうね自分のそのなんか信用だけでもってやってもらう感じになるわけですよ。で中にはねそのいかだでもその要するにその木の、ね、先ほど石川さんが言ったみたいに木の質がねいいとか悪いとかっていうだけじゃなくて、いかだ全部を買った時に100あるっていう形で100で買うんだけど実際には90しかなかったと言った時に大変なことになるんですけど、これもやっぱり製品にして要するにその工場でもって引いてみないとわからないわけですよ。だからその青山さんもねよく行かれるように工場にアテンドしてて、アテンドってのは要はそこでもってその全部そのいかだの初めの木から最後の木までざーっと見てて何も問題なかったということをチェックしてるわけですよね。だその時にさあやってみた時に100やって100出てくると思ったらね90しか出てこなかったって時にこれはもうどう言い訳したらいいんだろうってことをいつも言い訳を考えながらやるね、青山さん。まあ、そんな感じです。だから検品って言ってもお客さんがいれば安心ということでもないんですけど、でも全般的には松原さんさっき言われたみたいにおっしゃる通りでね、天気が良かったりするとゴルフ行きましょうって話になるんですよ。だから私の経験からいくと、まあ、はっきり言いますけど8割ぐらいはそういう人が多くて、気分よく帰ってもらわない感じでしょ結局は。そうでしょ、どっちにしろどういう形であれ気分よく帰ってもらわない感じでしょ。とにかくだからそうもうだってね、まあこれもまた怒られちゃいますけど石川さんにはお客さんが来ましたっつってね、輸出用のマルタだともうほぼね大体ねこのエリアから出てくるこのメーカーこの業者のこの木に関してはさっきね木本さん言われたように122番ソードとかってあるじゃないですか、149とかね昔のやつで言うと、そうなってくるとあこういう木だなってもう大体分かってるんで、それをだからその日本の港に着いた時にさあこれでもって分けましょうって話になるんですけど、この段階でもってそこまでねそんなに上も下もないはずなんですよ、うんうんうん、でもやっぱりこっちと商売してますよっていうことでこっち来れば天気のいい日にはゴルフができますよという話なんでね、見てくださいと一応そういうコミュニケーションが大事だっていうことです。その場合ってあれですか、やっぱ費用は業者負担、来る人が自分で払うんですか。いやもうそれはもうあなた業者負担でしょ。それはもういかだにインクルードですよ、乗っかってますよもちろん、業者負担でしょ、うんうんうん、それはもう和田さん、はい一つまた質問なんだけど、製材にはグレーダーっていういろいろと資格があるじゃないですか、はいはい、この丸太を検品するための資格者っていうのは資格はあるんですか。ありません。丸太のグレーディングそのものっていうのはちゃんとですね BC 州でもってルールがありますから、この要するに格付けルールっていうのに従ってるんですけど、まあ、例えば我々ね、丸太の中では一番いい木っていうのは、まあ、D とか F とかっていうグレードがつくんですけど、まあ、これもねいかだじゃなくて丸太一本一本に対しては D とか F とか G とかいろいろいかだのグレードがつくんですが、そのいかだの名前、例えばハイグレードとかランバーとかスタンダードとかいろいろあるんですけど、これはもう言ったもん勝ちです。だから、うん、いいものはいいんですけどもちろん、それに対してそのいかだみんな木が違いますから一本一本が、それに対する根付けっていうのもね、例えばハイグレードだからいくらよっていうだけだとこれはもう全然素人で、その中でじゃあ D が何%、F が何%、
あるいはその長さの比率がこうだとか、さっきね、石川さんが言ったみたいに、その丸太の景気はいくらぐらいあるということで、要はそこからその製品を取ったときにどれくらいの価値になるっていうのから大体逆算していって、これぐらいっていうふうに値段をつけてもらうんですね。そこが腕の見せ所です。ということは今言う格付けというのは、要するにビジネスのセンスとして自分たちで格付けしていくだけであって、基準的な例えば BC ランバーアソシエーションによる丸太の格付けとかっていう評価するためのあれはないんですね、別に。評価はないですけど、仕分けをするためのスケーラーさんという資格はあります。やっぱりあるんでしょうね、それがね。じゃないと格付けっていう格ができないですもんね。あ、つまりそう、買う、そうそう、買う人は別にいいわけですよ。だけど、うん、今さ言われたみたいに、まあ、今はね、全部その、なんだ、ハンドデバイスでもってやってますけど、基本的にはですね、イカダが出てきたところでもって、あ、ごめんなさい、丸太がで、伐採されたところでもって、そこでですね、その一本一本の木に対して、まあ、ていた、スケールをつけるんですね。それはもちろん、うん、資格があります。はい。うん、でもそれってでも基本的にそういう細かいことしてものを買って輸出したりいろいろするっていうのは日本向けですよね。カナダの人も同じようなことしてるんですか？ん？それはもちろん。うん、日本の方がより厳しい、日本に出す方がより厳しいとかそういうことはあんまないんですか？厳しさっていうか、要するにその日本の人たちに、まあ、要はその厳しさっていう意味じゃなくて、すごくその仕分けがきっちりしてますよね、輸出日本の方が、うん、輸出向けに関しては、うん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 、日本に出すんですね。まあ、だからよく、まあ、皆さんそのフレーザーリバーなんかでもって見ていただくと分かるんですけど、そのイカダがその一つこうバンドルって言って束ねてありますけども、これの長さがきちんと揃ってるやつっていうのは、これはほぼ間違いなく輸出用だと思っていいと思います。うん、これはまあ、要するにその、まあ、まあ召集感もあるんですけど、船にね、船のその船倉に、積み込むのに都合がいいということで、なるべくそのデッドスペースを作んないといけないんですけど、まあ、それからまあもう一つは日本人の人たちはすごくまあ直材が好き、まっすぐな材が好きですから、すごく綺麗な材が多いという点でね、輸出に関する丸太っていうのは非常にそのなんていうかな、ユニフォームだと、それに対して、国内で引いてるものっていうのは、まあ、はっきり言ってそのカスですわな。そのガスを、まあ、もう処理するっていう感覚なんですよ、正直なところね。なるほどね、やっぱりそういうところはあるのね。なんか、うん、ちょっと和田さん話して長くなるから、ちょっとすいません、ね、黙ってます。後藤さんなんかある人か、清水さんとかなんか話ありますか？他ちょっとちらっとでもなんか聞きたいこととかでも。後藤さん久しぶりだけど、もうご飯食べ終わった？ずっとご飯食べたやん。人間食べてる。デザートも食べました。この間のフレイザーのまだの記事載ってないから言っちゃダメかもしれないけど、後藤さん書いてもらったフィートとメーター、インペリアルとメーターとかこっちの、うん。これはね、私もね、はっきり言ってね、もう、やだ。もうね、インテリアデザイナーとかはね、まだ今でもフィートとかインチを使うのよ。ね。清水さん、そうだよね。だけど、はい、もう私はインチがの方がいいです。普通にミリメーターとか行くんだから。もうね、その変換するだけでもうね、そう。めんどくさくて、もう本当に。それみんなどうですかね？後藤さんのところもそうでしょ？図面、インテリアデザインの図面とか来たら、うん、まあ構造だからあんまりそういう図面をマジ見ないかもしれないけど、まだ、特にアメリカから来る図面なんかまだフィートインチで行くでしょうし。いや、ほぼ、ね、ほぼ。ほぼ大丈夫？うちで書く図面も、うちに来る図面も、アーキテクチャを、メカニカを、インテリア全部、ほぼフィートインチです。嘘？本当に？まだ？例外は、その市役所関係とか、ガバメント関係のは、カナダ政府が、うん、カナダはメトリックへ行きますって言ってる手前、うん、メトリックなんですけど、普通の家とか、うん、全部フィートインチです。ああ、そう。住宅はそうなんだ。いや、建材が、松原さん、建材がフィートインチ、2x4 だもん。まあね、じゃあそうなんですけど、まあ、我々のコンドミニアムとかは、ほとんど、もう今、図面はメタリックなんだけど、インテリアデザイナーだけが、まだ使ってくるのよ、そのフィートとあれを。でね、もう、
やめろって言うんだけど使ってくるんだよね。そうなの。そうそう。それはね、西田さんも笑ってるけど、絶対、あれおかしいよね。だって、で、アメリカとかだとまだ、それこそ、その国に入ったら、まず大体、その、なんていうの、マイルとメーターでさ、国境越えたら変わるっていうのも、いまだに、アメリカ、私、アメリカだっかと思ってたら、結構使うよね、みんなまだ、こっちの人も、こっちの人も。カナディアン特にですよね。まあその話もまたちょっと盛り上がると思うんで、またその話もまた多分いろいろ皆さん悩みがあると思うんで、私は頭にあの1インチが 25.4 っていうのをもうずっと頭に入れてて、でそれを常に計算に組み込むんで計算してますから、うん、必要な時に。だからね、やめてほしいよね、早く早くやめてほしい。まあまあそんなことで、ちょっと時間がなんかだいぶ経ってしまったんですけど、あまりいろんなことをみんなで話し合えないままっていうところもあったりして、これなかなか難しいですね。たくさんの人が来た時にみんなでわっと喋れないから、聞いてる時間が多分一人一人長くなっちゃってっていうところは、なかなかこれ解決できないね、和田さん。あの会って話さないと、やっぱりあの会ってのサランとちょっと違って、コーヒー飲みながらちょっと菓子食べながら誰かが喋ったら次誰喋るっていう、そういうふうになかなかならないから、みんなも多分これ一応自分が当てられないとちょっと喋ったらまずいかなと思ったりしてて、この形はいいようで悪いね。ちょっと難しいね、たくさん集まっちゃうとね。まあまあいいや、それは私の感想なんですけど、なんかあります？皆さんもうちょっと聞きたいって、どうしても聞きたい今っていうやつあります？誰かある？ない？どう？はいはいはい、どうぞ清水さん、どうぞ。なんか今日すごく丸太についてこうやって教えていただく機会があったので、うん、すごくやっぱり現場で木を、私たちやっぱり木がすごく好きなので、最終的にその丸太の検品されて時々落ちながらもされてるその丸太が実際に、まあ、クローディングのシェルフになったりとか、うん、やっぱりそのカウンタートップになったりとか家具になったりするってすごいことだなって、ちょっと今日なんかすごく改めて、昨日その私たちが実際見るプロダクトの後ろにはそんな人たちがいたんだなっていう感謝と、なんかすごいなって思ったので、すごく良かったです、そのお話を聞けて。あのね、でちょっとその今の話ちょっとだけ突っ込ましてもらうと、はい、建築をしているとするとそういうものってたくさんあるんじゃないですか、木だけじゃなくて、はい、石だとか、はいはい、本当のところから見たことがないやつ、ガラスだって本当のところから見たことないでしょうね、多分ね、みんな、うん、もうグランビルアイランドのガラスのバッグなんかしか見たことないです、ね、あれね、私もそんな、もちろん例えばもし1000個ものがある中の多分10個ぐらいしか見てないですけど、うん、結構、まあ、多分伊藤さんとか美川さん私より見てるかもしれないけど、あれ面白いよ。その今の丸太だったら丸太から始まって星座になるところ、ね、私見たことないですけど、うん、多分それを見るとまたなんかデザインにもいろいろ気持ちの感覚が変わるような、そうですね、愛着度がなんかまた、あ、これってそうだったんだっていうね、その格付けとか、うん、そう、私もいろんなことわからないですけれども、またやっぱり知りたいなっていう気持ちにもなったし、うん、でやっぱり最初にちょっと質問があった山形さんのそのゴミの分別の部分で、やっぱり私がこの間もちょっとキャスタイロンのシンクを使おうとした時に、売り手のサプライヤーはどうぞ買ってくださいと、これはいいですよということで、お客様も好きで私も好きで買ったんですけど、重たすぎてアンダーマウントシンクにならないということで、みんな諦めちゃったんですよね。つかないって、もうお手はプラマーがつけてくれ、誰もつけたくないって言われたんですね。でその時にまず同じアナザーさんが下にじゃあ台を作って作ろうということで、その時にとりあえずどっかに現場に落ちてある何か木材を使って台を作ってくれたんですが、それがやっぱり結局問題解決になって、であとランドリーに棚をつけたい、こういうつけたいってあった時に、現場にあったちょっとしたその端材がすごく役に立つんですよね。で実も思うんですが、自分も日本でそういうこうコントラクターというかビルダーの仕事で倉庫があったので、
そこにも大量のペンキやらツールやらもいろんな現場で出たものがあふれてて、それ私たちは置いてカナダに来て、今もその昔のものを倉庫を使ってくださってるビルダーさんがいらっしゃるんですね。で、私この間伊藤先生のメッセージメールを送らせていただいたんですけど、本当はコントラクタービルダーの方ってものすごいゴミを捨ててリサイクルしてされているけれども、そのリサイクルがいかに何パーセントかしかされてなければみんなで回せないかなと思ったんですよ。例えば山形さんの現場でこういうのありませんかって、私こうそれを見せていただいて、もうどこかの現場にとってゴミであっても私はデザイナーにとってはあ、なんかこれ使えるかもしれないというような、なんかこう県議会の中でそういうこうめちゃくちゃ余ってるよとか、これなんかすごいあるけど捨てたくないけどもいる人いないってい う, こうクレイグレスト的な、なんかこうリサイクルっていうか本当にリユースできるようなこう倉庫というか、なんかこうウェブサイト上でもあれば、なんか私は本当にゼロウェストを目指すこう方に行ける、何かの過程に現在ってすごくウエストが多いものになるので、なんか今日のその丸太のスターとか始めるそんなあの木を捨てるのはやっぱもったいないなってすごく今日思いました、うんうん、ちょっといいですか、今の話ちょっと突っ込まさせてくれて、はい、軽くいきますか、はい、まず丸太の話ですけど、役員の皆さん私しか知らないんですが、皆さん他の方もこういった商売にご商売にものすごく、参加されてまして、で一つですね、県友会としてこれから YouTube で動画を上げていくんですけど、その中にそのお仕事紹介という部分を僕も考えてまして、で第一弾として上田さんというのが役員にいるんですけど、上田さん の, まあ、製材工場の様子を自分で自撮りしてくださいとお願いしてあるんです。ただ製材工場非常に照明が非常に暗くて、で撮ったはいいけど何も見えないとか言ってちょっと今試行錯誤してるんですけど、そういったことで県友会の皆さん の, 仕事を、YouTube で、ね、紹介 したいなっていうところだったことを考えてまして、でそれは今ちょっと関連したことと、あと一つ今清水さんおっしゃった、要するにイノベーションやってるとものすごく出てくるんですよね。ゴミというかゴミじゃない、これ完全に使えるんですけどと、誰かもらってくれるという、これ売ったらいいんじゃないかなと思うんですけど、いや売らなくても廃棄したいっていう方がいるんですけど、まあもうその中に木材もあれば、あるいはエクイプメント、いろんなね洗濯機だろうがキッチンの、ストーブだろうがいろんなものがあるんですが、例えばまあ今おっしゃったようにそういったものを廃材を利用できるような、その管理できるような、まあ、倉庫みたいなのがあれば、まあ、欲しい人は持ってっていただければいいし、まあ、リユーズですよね。要はお金儲けじゃなし、リユーズしていただければそれで捨てるよりはよっぽどいいという考え方で、まあ、そういった考え方も皆さんがあれば、ね、これからお節さんに話して捨てるんであればいただいていいですかってことでね、ハンプバートにそういう業者さんがあるっていうのをドキュメンタリーで見たことがあります。デモリスしたものの中からビルディングマテリアルを集めて、それを、再販してるっていうところがあるっていうのを聞いたことあります。あ、引き取り、これはでもあれだよね、多分日常よくある話なんで、これまた県友会の理事会で青山会長また話し合いましょうよ。なんかそういう県友会内でね、なんか今清水さんが言ったように材料余ってる人が余ってるよって言ったら、おお、じゃあそれ私もらいますとかっていうようなことができてもいいかなっていうのはあるんで、まあどういう仕組みができるのかは別として、ちょっとまた今の西田さんの話のそのお仕事紹介も含めて、またこれは県議会でまた話し合ったらいいかなと思う、いい題材だと思います。ありがとうございます。ということなんですけど、なんか他皆さんありますかね。ちょっと時間がだいぶ押してきちゃって、もう9時半予定を過ぎちゃってるんで、そろそろ締めたいと思うんですけども、もういろいろ、まずは石川さん、木本さん、清水さん、山田さん、今日はいろいろ発表、まあ恥ずかしい話も含めてしていただきありがとうございました。またこんな機会を設けながら、まあ失敗というか苦労した話をみんなで話し合いながら、今日のように話を広げていって、そこからまた出てきた質問、多分ねやりきれないと思うんですよ。これずっと続くと多分1時間2時間平気でもっといっちゃうと思うんですけど、
まあ、そんなこともよしあるんならば、みんなが許すんならば、この時間を9時半とせずにもうちょっと長くするとか早く始めるとかして、ちょっともうちょっと時間を取りながら、個々の話がもう少しできるようにしたらいいかなと、ちょっとそういうふうにも思いましたんで、まあ、その辺はまた役員会で話して、このサロンの在り方も、みんなで会えるまでは、ちょっとまた工夫したいなと思いますので、うん、ぜひぜひ他の会の時にも参加ください。よろしくお願いします。ということで、ちょっともう時間が来たんで簡単に締めちゃいますけど、青山さん、会長、最後ちょっと一言総評でもいいんでお願いします。はい、松葉さんがだいぶまとめていただいたんで私もあんまりないんですが、まあ、我々のこの産業っていうのは、まあ、私誰かから聞いてますけど、まあ、クレーム産業っていう形で、クレームがあって当たり前っていう状況ではあるかと思うんですが、まあ、そこをチャンスとして皆さん、まあ、今後の、活動の情報とするとか、まあ、今後の注意にするっていう部分に皆さん当ててるかと思うんですよね。ですから、まあ、自然のものを相手にしてたり、まあ、建築ももちろん自然天候とも見ながらそれと向き合ってやっていくということで、まあ、雨が降って欄板に当たればこう変形してどういうふうに建てていくかとかいう部分についても同じようになってて、私の商売とも、まあ、近く同じようなことだとは思うんですけど、まあ、そういう部分でそのクレームに対処するっていう部分、これが一番我々にとって大事な部分かなと。で、まあ、それが失敗であって、それを情報にして、まあ、成功に導いていくというような産業じゃないかと思いました。いろんなお話を伺って、私も今日も だいぶ参考になりまして勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そんなところで、今日のサロンは終わりたいと思いますが、すいません、私も初めて MC やったんで、なんかうまく皆さんに意見を言ってもらえたかどうかもちょっとよくわからないですし、和田さんに振りすぎて時間大きく使っちゃったっていうことハンデでもありますので、その辺は調整してもらいます。すいません、花木さん写真撮りますよね。はい。じゃあ写真撮るんで、とびっきり笑顔でよろしくお願いします。はい。はい、行きます。はい、チーズ。もう一枚行きます。はいはい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。おやすみなさい。どうもどうも。